2014オートバックスーパー GT 第4戦スゴー GT300 キロレース、解説はレーシングカーデザイナー由良拓也さんとレーシングドライバーの木下隆之さん、ピットリポートは高橋二郎さんと伊沢英美さん、実況私サッシャでお届けしてまいります。改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは気になるスターティンググリッド紹介してまいりましょう。まずは GT500 クラスからです。ポールポジションは中島和樹、素晴らしい走りでした。ペトロナス RCF、 スタッドドライバーはロシターです。そしてフロントロー2番手はネイブリック NSX、 来ましたね武藤。3番手モチューレ GTR クインタレンディ、さらに4番手こちらにも景品 NSX です、カネーシー。5番手はキーパー RCF のカルダレンディ、6番手 ARTA NSX 松浦です。7番手にはエプソン NSX バゲット、8番手デンソー RCF ジャービスがスタートします。9番手には NS RCF 大島がスタートドライバー、10番はウィーダーの NSX 山本直樹です。11番手スタートゼント RCF 平手、さらに12番手 S ロード GTR 元山がスタートドライバー、13番手カルソニック GTR こちらは JP オリベイラ、14番手 D ステーション GTR 佐々木大輝、そして15番手一番後ろからはベッツスポーツ RCF 関口がスタートドライバーを務めます。さあ、続いて GT300 クラスです。ポールポジション初のポール山内、ゲイナールニー SLS です。フロントローに並ぶのはスバルの ERZ、 佐々木がスタートドライバー、その後ろゲイナーピクセル SLS です。こちらビルドハイムがスタートドライバーです。4番手無限 CRG 中山由紀、5番手プーマポルシェのベルグマイスター、6番手クリスタルランボルギーニ山西です。7番手スタートアウディ R8 こちらはライアン、8番手スタートはコーズアストンマーティン安岡、9番手スタートはマネパランボルギーニ青木がスタートドライバー、10番手グッドスマイラー初音ミカ Z4 片岡がスタートドライバーです。11番手 Z4 が並びますスタディ Z4 ですね、原誠司さんです。12番手 TWS Z4 こちらは飯田明選手、13番手 BMAX GTR ルーカス・オルドネスがスタートドライバー、14番手沖縄 GTR 吉田です。そして15番手こちらはモジティパナソニックプリウス佐賀光輝選手がスタートドライバー、16番手 ARTA の CRG こちら高木選手です。17番手シンティアムマクラーレン加藤選手がスタートドライバー、18番手レオン SLS です黒沢選手ですね、19番手グリーンテック SLS 和田選手がスタートドライバー、その後ろです20番手 STP 対3の GTR 横溝選手スタートドライバー、21番手スナポンの GTR 田中、22番手岩崎 GTR 影山雅美、そして最後尾23番手は国立のコートというクートということになります。これで全23台揃っての、GT500 その後ろ GT300 のスタートということになります。さあ、そして、ブリヂストン提供のデータによりますと現在のコンディションは気温が22度、路面温度27度、そして湿度は 72% となっております。乾いてるように見えません？そうですね、乾いてます ね、 そうですね、これ最終コーナーですよね。おそらくですね、まだら状なんですけれども、これあと数分スタートまでありますし、それからこれだけの車が一気にスタートするともうすぐに完全ドライに、少なくともライン状になりますね。ですから、全車迷わず川が、川があります、川が、あ、ここありますね、はい、これはどうしてもね、あの横横断するところありますので、ここは注意して相当危ないに渡ると、はい、その他でペースを上げるということだと思いますけどもね。これハイポイントからレインボーのところですね、はい、そうですね、まあ、逆にウェットタイヤでスタートしてですね、前半なんとかリードしようというふうな裏をかくチームもあるかもしれませんけれどもね。これドライバーにちょっと聞いたんですが、はい、この新路面、はい、非常にこの新しいので雨のグリップは極端に悪い、乾いているように見えてもすごく水を含んでて下に染み込んでくれてないから、あの走ると水がこう表面に浮き上がってくるような感じがあるっていうのは言ってましたから、その辺の読みも必要になってきます ね、 すね、はい、なるほど、まあ、ラバーも乗ってないわけですよね、これね、あ、じゃあこのぐらいの状況が一番微妙なんですね。そうなってくるとね、それは難しい、最初耐えるということですよね、14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 
さあどうでしょう、まあ、ペトロナスは、ね、スリックタイヤドライでスタートということを言ってましたけれども、果たして車の中では、ね、何台ぐらいがスリックなのかというのはね、ドライタイヤとウェットのちょっと比率も気になりますが、さあそしてですね、こちらが GT500 の現在のドライバーズランキングということになっています。トップは12号車ということでね、カルソニックインパルの GTR ですね、こちら42ポイントでトップなんですね。そして GT300 のトップは、こちら初音ミクの BMW ですね、4号車、こちらは40ポイントで、80キロのウェイトハンデを積んでということになります。まあ、これはまず木下さん、500の場合は50キロを超えるとこれがまあリストリクターによってウェイトハンデがちょっとまあパワーダウンの代わりに減るというルール、300はそのまま全部積んでると、はい、やっぱり大きく影響してくるようになってきましたね、4戦目ですからね。そうですね、300はですね、とにかくそのウェイトそのまま効いてきますので80キロあたり積んでるチームは相当しんどいと思いますね。はい、そして由良さんね、500の場合はこのリストリクターでまあパワーダウンする代わりに50キロ取っちゃいますよということですけども、はいはい、ね、そうですね、構造的にですね、まあ、100キロを超えて、あ、100キロで80キロ、はい、あ、50キロを超えて、あ、すいません、はい、その前に開会宣言があります。2014オートバックススーパー GT シリーズ第4戦スゴー GT300 キロレースの開会を宣言いたします。はい、開会宣言は株式会社オートバックス7北日本営業本部、北日本営業本部長の吉山博樹さんでした。由良さん、話の途中に行きました。はい、はい、すいません、はい、構造的にですね、50キロ以上を積むことが危険だという判断がありまして、はい、それをじゃあどうやって解決していこうかということで、50を超えたところからは、リストレクターで行こう、はい、BOP を変えていこうみたいな形になりました。はい、スタートフォーメーションアップまであと1分ということになりましたが、これ由良さんどうなんですかね、やっぱり50キロを、まあ、超えてほしいっていうチームの声もありますよね、逆に言うと。そうですね、実際に超えちゃった人の方がちょっと有利っぽく感じますよね、はい、ウェイトが減った方が、ちなみに今 GT500 で50キロを超えているのは4台で、エネオスの RCF、 これが今50キロ減らして 6キロプラス、まあ、リストリクターですね、あとカルソニック GTR、 こちらが34キロ、さらに、モチュールの GTR が、4キロ積んでいますね。もう1台、キーパーの RCF が18キロ、こちらの4台が、まあ、リストリクターでパワーダウンをしているということになります。さあ、まもなくあと5秒ほどでフォーメーションラップが始まっていきます。この第4戦ですが、フォーメーションラップ1周の後スタートということになります。さあ、フォーメーションラップ、モチュールが出ていかないですね、出てきました。さあ、各社 GT500 を先頭にまずはフォーメーションラップ1周入っていきます。まあ、ここでドライバーは多分今木下さん、コースを見ながらですね、タイヤとの相性を見てると思うんですが、ちょっとコースもご紹介いただけますでしょうか。はい、そうですね、第1コーナー、第2コーナー、第3、第4コーナーまではですね、本当にコーナーとコーナーの距離が短くて抜けそうで抜けないという距離が続くんですね。で、これ S 字です。この辺はどんどん登っていくんですが、このポールポジションの車が今差し掛かったあたりのハイポイントコーナー、はい、これはこのスゴのサーキットはとても高低差があるんですが、その一番高いところですね、今のところですね、はい、これを抜けますとですね、バックストレート長い、今度どん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 下ってきます、はい、そして下りのままブレーキングポイント、この先なんですけれども、これは馬の乗せコーナーと言いますね。今ご覧のように路面の方は、まあ、なんとなくドライのようなウェットのようなというそうですね、一番ドライバーにとっては厄介なところですよね。これでもレインは持たないですよね、すぐダメになっちゃいそうですね。そうなんです、おそらく一日中はね、はい、ジローさん、今雨が降り始めましたが、霧雨状態、霧雨状態なんですけども、雨降り始めましたね。これがどれだけ続くか、まあ、エンジンスタートとともにですね、上空から雨降ってきたという状況でですね。高橋さん、ドライタイヤは何台ぐらいいるんでしょう。
500クラスは全部ドライタイヤですね。300もですね、ドライタイヤだと思いますね。そうなると逆にどこで切り替えていくのかっていうか、まあ、天候次第ですけどね。そうですね、難しいですね。ただやっぱりこの台数でいけば今のこの雨の状況だったらスリックでしょうね。判断はスリックでしょうね。さあ間もなくフォーメーションラップを終えようというところですが、これこのままもう一周行くんですかね。今セーフティーカーが入らないですね。そうですね、やっぱりタイヤが頭に切らな いこのままだと危険だということでもう一周ドライタイヤで、はい、なのでもう一周温める時間をもらったということでしょうね、はい。さあもう一周していきます。それからブレーキのこともありますね。カーボンブレーキでこのスイックタイヤで、ね、非常に濡れ状態だと、はい、なかなかブレーキに負荷をかけられないということで。そうですね、ブレーキかけるとロックしちゃいますよね。そうですね、まあどちらにせよですね、この路面でスリックというのは最初の1、2周ペース掴むまではもう全ドライバーがですね、もうヒヤヒヤでドキドキで、おそらく呼吸もせずに1周回っていくんじゃないかなという、もう一番本当にやる状況ですね。木下さんすごく嬉しそうなんで自分がやってないから。そう、自分の時はもう完璧に僕は上っ子だよね。サシャさん、はい、一郎さん、雨足がだんだんと強まります。あ、強くなってきましたね。今グランドスタンド、カッパを着始める人も出てきました。傘出してる人もいます ね。 そうですね、このままピットインしてウェットに履き替えて一発ギャンブルというチームもいるかもしれませんけどね、はい。さあこれで今ちょうどグランドスタンド300がホームストレートに戻ってきているところですが、これでフォーメーションラップをもう一周やりましたので、レースは81周から80周に変わります。80周レースに変更になりましてのスタートということですが、今300が走っていますが、500はもうすでに通過をしまして今回っているところですね。ちょっとコース後半、木下さん先ほどご紹介できなかったので、はい、後半のご紹介もしていただいてよろしいですか。馬乗せ後ですね、馬乗せ抜けてから左このここですね、 SP1、はい、SP2 と言います。この2つ目のコーナーを抜けた後にですね、右の最終コーナー、これがものすごいスピードなんですね。おそらくドライであればコンディション良ければもう全開に等しいちょっとアクセルのぐらいで飛び込んでいくというですね、おそらく国内のサーキットで一番負荷のかかるドライバーの首にも激しい、厳しいコーナーだと思います。これを抜けるとですね 10% の上り、はい、一気に 70m ぐらい上るんですね、はい。ずっと本当に離陸するような角度でこれは加速していきます、はい。そしてストレートに戻ると、セーフティーカー入りますね。切れました。さあセーフティーカーまだ残ってますね。入らないですね、はい。もう一周する、ちょっと天候のこともあるんでしょうかね。そうですか、これもうワンラップですか。70、これで9周という形のレースに、なりそうですね。サッシャさん、サッシャさん、はい、エミさん、早速ですね、スバル BRZ がタイヤ準備してるのとゲイナーですね、10号車も準備してます。あ、各社レインタイヤを用意してのこれだから様子見というところですが、サッシャさん、サッシャさん、はい、さん。そして500クラスはですね、エプソンですね、エプソンの NSX、ね、レイン浅溝ですね。かけますね。この辺のね、やはり予選で良かったちょい濡れに強いチームはもうそっちにかけたいなということですよね、はい。スリックタイヤ自信あるタイヤメーカーはこのまま行きたいと、ウェットに得意なところは、早めにもうギャンブルになるかもしれませんけどピットにして、はい、スタート直後にですねタイヤ交換して、はい、ウェット雨が降ることを祈って戦うと、はい、いうことなのかもしれませんね、はい。さあどうやら、はい、でもうすでにピットインをする車が見えています、はい。スバル入りましたよ。 BRZ 入りましたね。これはウェットにかけるんでしょうね、はい。もうタイヤを変えてこれで最後尾にはなってしまいますが、それでもということです。あ、もう何台か入ってきますね、スタディも入ってきました。スタディの Z4 が入っています。こちらは横浜タイヤを履いているスタディの Z4、 そしてプリウスも入ってきましたね。すごいギャンブルのレースになりましたね。これはスタートから大波乱。そうですね、どうなるんだろう、読めないですね。あとは500クラスもどうかというところですね。今500クラス先頭で、バックストレートから馬乗せコーナーに入っていくところですが、はい、セーフティーカーがですね、もうあのコーションランプを消えてるんですね、さっきの周から。そうですよね、はい。それでもう一周してますから、もういつ入るんだかわからないですよね、はい。
やしかもですね、グリッドがもう下位に沈んだチームはですね、もう一発逆転ギャンブルする価値もあるんですが、はい、例えばスバルのようにグリッド2番手、失うものも大きいんですね、ここでギャンブルしたというのはどっちに転がるんでしょうかね。そうですよね。ただね、濃い雨雲がいるわけじゃないんですよね。そう、薄いんですよね、雨がね、はい、あの雲が、まあ、あの視界もまだこちらグランドスタンド側から見るとそんなに悪くはないんですよね。これであんまり降らなかったらタイヤ変えた人たちはもう大失敗だし、まあでもこればっかりはわからないですね。まだ降ってはいますけどね。あの下位のチームがねレインに変えるのはわかるんですけど、ね、スバルは大爆地だね、はい、そうですね、2番手ですので、はい、失うものは大きいんですよね。さあまだ入らない、あっと、あ、はい、あ、スタートだ。さあスタートなんだけれどもペトロナスは入った。さあそして残った NSX 勢が先頭で走っていくのかな。さあ2014オートバックスーパー GT 第4戦アランドラがまずはスタート。1コーナー取ったのはエイブリック NSX、 その後ろモチュール、まあでも滑ってる。さあ1コーナーから2コーナー滑りながらドライ勢は今回っています。いや、えらいことになりましたね。そうですね、スバルもそうですし、ポールのね、トムスもフレットにかけましたよね。そしてこちらがペトロナス、もう変えます。79周のエースとなりましたが、今1周目、うわ、ドライバーこれ、広さが全然ですね。そうですね、なんとかコース上にとどまっての精一杯という状況ですね、はい、そして今、300クラスもスタートしていくところです。300クラスももういきなりピットに入るのが見えてますね。初音ミク G、Z4 も入っています。こちらが今レーストップ300は SLS の2台はこのままですね。これはウェット履いてないんですかね。どちらかというとウェットが得意な SLS ではあるんですけども、そうですね、ただスリックだと思いますね。さあこちら500クラス、うわー、もうコーナーの立ち上がりまるでグリップがありません。エブリック100号車が先頭、その後ろ37号車が見えています。キーパーのトムス、 RCF が2番手、おっとスピン、これはランボルギーニが、これ単独スピンですかね。それからここで入るという手もありますよ、トップのチームも。さあどうでしょう、見てみましょう。先頭変わって今入った、入ってきますね。レセックスが入ってそのまま譲る形になりました。結局キーパーこれで先頭で2周目に入ります。その後ろエネオスとゼントが、これ3台がレクサスという形になりました。いやどうなるんだろうこれから先。さあこれは大波乱ということになりました。そしていち早く入った中島和樹は現在11番手ですかね。ただね、こういう荒れてた展開の時の判断で中島和樹選手はフォーミュラ勝ってますからね。先週ね、スーパーフォーミュラこれで彼は自分の逆転ですからね。トムスチームは信じてるんじゃないですかね、流れを。そして300クラスも入ってきますね。先ほども早めに変えた、これはでも早めに変えた方が功を奏してるっていう形でしょうかね。まあでもね、分かんないですからね、まだ始まったばっかりなんで、はい、さあ300トップが11号車に変わっています。こちら SLS 同士の戦い、ディクセルの方がルーニーの前に出まして、今ビルドハイムがこれで300クラストップ。これダンロップのタイヤは何ですかね。これスリックなんですかね。いや安定はしてますよね。いやそうなんですよ、滑らないというかもうぶっちぎりじゃないですか、はい。ロップ勢のこの SLS 今の状況非常に美味しいという形になっています。一方の500クラスですが、こちらはレクサス勢が入らないまま今、ね、トップ3、結構滑ってますよ。そうですね、前がね、前が抜けたりしてましたから、今もうすごいギリギリの中でドライバー頑張ってると思います。このまま入りませんね、ゼントもエネオスも、まあ、スリックにかけたチームはですね、今ようやっと発熱もしてペースが上がってくる時なので、はい、ここまで引っ張ったんであれば、3周引っ張ったんであればこのまま行くでしょうね。これは行くしかないですね、はい、もう意味がなくなっちゃう、ここで入ったら。まだホームストレートが雨は続いています。さあこちら300クラス4台がこれは SLS の後ろですね、走っていますが、まあ、ここはもうすでに500クラスが今キーパーが抜いていこうというところ、その
その後ろの前途、そしてあこれが中島和樹が、5秒早いです、中島和樹選手、はい、500あロシターが今先頭ですね、ごめんなさい、ロシターはスリック組に対して5秒早いです、はい、今どんどん抜いてきますね、はい、これは、そうですね、500も抜いてますけど、はい、すごくいいペースですね、トップまで追いつくかどうか、現在9番手ですかね、今このそうですね、ロシタが1分26秒55にこちら2位3位争いのゼントとエネオスですが、これモニターの数字、そうですね、はい、ロシタですね、1分26秒552というのが、トップタイム、トップの今37号車のキーパーが33秒台ですから6秒早いですね、5秒半、今もうこの瞬間であればウェットタイヤの方が有利だということなんですが、ただ周回が進めば天候が変わらなければということですけれども、はい、まあ、周回が進めば今度はスリックがどん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 ペース上げていきますよね、はい、ウェットタイヤは辛くなってくる、それからこの状態がですね、随分続くとですね、さすがのウェットタイヤ今グリップが良くてもまあ、ボロボロになってきますから、まだどっちがいいかという判断下せませんね、はい、そうですね、はい、ちなみにロシターが今8番手に上がりましたが、ロシターまでのトップからの差っていうのがですね、だいたい25秒ぐらい、このままだとすぐ追いつきますよね、そうですね、まあ、5ラップで追いつく計算になりますね、さあこのロシターどんどん追い上げています、8番手、あとは天候ですよね、はい、ロシタ今ペースいいですけども、ドライ路面が増えてくれば来るほど今度はねスリック勢がペース上がってますよね、これ前走る京浜の金石もこれウェットタイヤですよね、そうですね、少しでも本当に水のあるところを選んでタイヤをいたわりながらということなんでしょうね、うわでもタイム差がもう8秒になりましたね、今ロシタが21秒788、先頭のカルダレディは1分30秒607です、つらいかスリックで8秒、んでもで上げてきましたね、25秒471まで上がってきました、カルダレディまだわかんないんですよね、これどん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 スリック勢上がりますから、雨雲が厚くないというか雨雲レーダーには影がないんですよね、だから強い雨が降る可能性は少ないんで、ちょっとどうなるんでしょう、これペトロナス、ロシターは内側を走って濡れている路面をあえて走ります、前は京浜の NSX、 タイム差は縮まってますね、この1周でコンマ4秒縮まりました、こちら現在7番6番手争いという形になります、まあ、でもトップのダイヤがどんどん温まってきてペース上がってます ね、 そうですね、25秒から27秒、ウェットタイヤ勢はですね、この路面はタイヤにすごく攻撃性高いので、このペースでいっているとそのうちボロボロになってくるというところもありますね、サーシャさん、はい、ジローさん、雨の状態なんですけどもね、小雨ですね、小雨がずっと続いているということなんですよね、はい、まあ、トムス陣営としても37号車はスリックのまま、先ほどからですね、レインタイヤはピットで用意はしてますけども、そのまま行かせてますけども、これがですね、はい、いつこの小雨が路面に影響を与えるかというところですけどね、さあトップのキーパー RCF カルダレディです、1分24秒331、さらにペースが上がりました、これですと今ウェット勢と2秒半から3秒ぐらいのタイム差ですね、気になるこのロシターはどのぐらいのタイムで来るか、あとウェット勢は今21秒ですけども、これ以上なかなか上がっていかないと思うんですよね、路面が少し良くなる分だけ、でも21秒っていうのはこうロングで走れる秒じゃないですね、早すぎますよ ね、 そうですね、タイヤが持たないんじゃないかな、はい、不安な表情で見ています中島和樹選手、21秒2というのが今、ロシターのタイムでした、このラップもう上がらないと思いますね、ウェット勢はね、スリック勢はこれからどん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 路面が良くなれば上がってきますよね、一方の GT300 はこれ今トップ2なんですが、コンマ3の差で、2台が11号車が前、そして10号車のこの SLS2 台がですね、ずっと走っていました、その後ろ4秒7、離れて、佐々木ですね、61号車の BRZ ですから、早めに変えた BRZ も3番手まで来てるんですね、そうですね、はい、やはり今の段階ではギャンブル成功ということなんですが、はい、ただ
どうでしょうね、何度も言いますけれども、このままウエットタイヤで走り続けるにはリスクが大きいですね。そのうちブロックは細け落ちて、はい、やはりピットインしてタイヤ交換しなきゃいけないということになりますからね。さあこの SLS ゲイナー同士の戦い、1分27秒817、こちらもタイヤの、どんどんペースが上がっています。そうですね、後続より3秒とか早いんですよね、このダンロップの2台が。そうです、今1分27秒後ろは、はい、この BRZ 1分30秒、その後ろが50号車のアストンマーティン1分33秒というタイムですね。 BRZ はレインですよね。レインですね。ですのであの、まあ、500も300も一緒なんですけども、スリック勢がですね、カルタレリーキーパーはもう23秒ですね。おそらく次22秒21秒ぐらいになると思います。そうするとタイムが揃ってくるんですね、はい、その先はスリック勢がどんどんペースを上げて逆転を、ね、タイム上逆転をしていくというところ。今500のラストラップ、カラダレディ1分23秒430、一方のロシターですが1分23秒85並びましたね。さあこれ逆、さあどうでしょう、10号車が今後ろから外側から並んだんですが、11号車前、さあルーニーが前出られませんでしたが、もう一回チャレンジするか、ミルドハイム対山内の戦い。こちらの SG1コーナーでから2コーナーでの戦いでしたが、なんかワークスカーみたいなかっこよさがないですか。そうですね、トップランデブーでね、トップランデブーですからね、それもダントツに早く。もう一度山内が近づいてきます。おっとコースアウト、19号車、ウェッツスポーツの RCF 関口ですね。これ S 字のとこですね。さあもう一回、今度はバックストレートからの馬の線、ここはミルドハイム前で通過していきます。もうこちらもう一回バックス、最終コーナーからホームストレートで狙ってくるかどうか山内。最終コーナーを回って、いや快調ですね。ミルドハイムが前、後ろは山内です。さあ2台ドライタイヤで、そうですね、ドライ今レポート上がってきましたけど、このダンロップのドライはこのちょい湿った路面、そうですね、抜群ですね。あのウエット路面もいい、ウエットタイヤもいいです。ドライ路面もこのちょい濡れにいいということは、本当にゴムがですね、非常に食いつくんでしょうね。開発の方も言ってましたよね、はい、雨が降ってこの路面、ね、天気が悪いと思ってるんで、はい、相当自信があるんでしょうね。これは BRZ が辛くなりました ね。レインに変えてペースが、このペースで走られると、はい、今 BRZ 一気に順位を落として6位まで落としてますね。3番手に安岡が上がってきまして、こちらはキーパー RCF500 クラスのトップ、サーシャさん、はい、ジローさん、雨が止んできましたね。わー、雨は止んできました。わー、これまたそうなるとウェット勢はもう一度、これ木下さん入ってこなきゃいけないと思うんですね。もう全然持たないですね。最初はね、ウェット勢正解なのかという瞬間ありましたけれども、今度はスリック勢がよしよしよしというところですね。さあこのゼントが今近づいてこようというところですかね。さあ平手が今抜いていきます。300を抜いて前のキーパーを追っかけています。タイム差この通りです。前と1分21秒966ペースが上がっています。前を走るカルダレリーが1分24秒634ですからね、まあ、これちょっと300に引っかかったのもあると思うんですが、さあそしてその300のトップ争い、ビルドハイム対山内、またどうやら近づいてきているようですが、これどこで仕掛けていくか、そしてどんどん構えていくという形になっています。ドライタイヤの300クラストップの2台。いやしかしこう皮肉というかですね、魔物というよりも意地悪な神様がいますよね。はい、そうですね。スタートの時に雨ちょろっと雨降らすってすごく意地悪なんですよ。そうですね。本当モテ遊んでるっていう、ね。完全にモテ遊ばれたチームと確実にいったチームがありますからね。相当神様意地悪なので、もう1回ぐらいまたパラパラと来てしますけどね。6番手争いですね。今スロードルが前ですね。そしてペトロナスが横に並んで、ロシターが1コーナー内側前に出ました。その後ろから39号車のデンソーも来ていますが、3台です。もう一度スロードが外側から狙おうというところですが、ここはちょっと300のスタディがブロックする形になって前狙えません。
ただトップのドライタイヤのカルタネリとか19秒台ですか。そうですね、ワントゥーはカルタネリと平手はもう19秒台。そしてエスロードがもう一度前に出ます。こちらハイポイントでエスロードがもう一度6番手、ペトロスの下7番手、その後ろからですね、デンソーです。6、7、8番手争い。エスロードはスリックですね。デンソーとトムス、ペトロナスがウェットタイヤという状況です。これだからコーナーによっても全然違うんですね。ああ、もうこれは BRZ はもう一度タイヤを今度スリックに変えようというところでしょうかね。これはもう悪い方の循環に完全にはまってます。そうですね、なんかこういうレースこのチーム多いですよね。そうですね、もったいなかったですね、やはりフロントローだったので。いやだからそうですね、先頭にいるチームはやっぱ我慢するんですよね。はい、なんか結果論で言って申し訳ないようですけども、やっぱり成功で言うとね、我慢するべきだったんです。ただセオリー、はい。さあそして続々と入ってきますね、はい、ああこれペトロナスも入りますね。失敗したって、ね、今回勝てそうなところでちょっと我慢が足らなかったっていうのは簡単ですけど、まあね、言うのは簡単なんですけどもね、はいはい、あもう続々と入ってきますね。300、500ともにですね、タイヤをこれはスリックに変えようというところですね。ウィーダーも入ってきましたね。そしてプリウスも入っているのが見えます。そしてスタディの BMW、 その後ろからもう一台 NSX が来ていますが、これ景品でしょうかね。レイブリックか、レイブリックですね、もう入っていますね。さあこうなってくるとドライで走り続けてた、これは有利キーパー。そしてゼントのワンツーです。タイム差は 1.2、 ゼントが近づいています。平手、いやレクサスワンツースリーすごいですね。うん、そうですね、この後ろ5秒離れて大島が今3番手です。エネオスが3番手。画面には映ってないですけど、オリベーラの、あのカルソニックも我慢しましたね。そうですね、はい、あの今4番手ですか、はい、これもあの選手権ポイントでは大きいと思いますからね、はい、トップから今16秒離れ、およそ16秒ぐらい離れてます。18秒ぐらいかな。さあご覧の通り今キーパー、そしてゼントはもう早くどいてくれ、追いつきたいっていうパッシングをしながら、しかしここは500の車の間に300も入ってきます。さあファステストラップが来ました。1分16秒008、ゼントがファステストラップ、後ろから追い上げています。あっと300に完全に、ね、一気に追いついてきて、今300。さあゼント、なんとここで抜いていく、キーパーをいきなり逆転、平手カルダレリを抜いていきました。先ほどからペースがコンマ4秒早かったゼント、そのまま今うまく利用しましたね。サッシャさん、カッシャさん、すいません、雨降ってきました。またですか、雨です。次郎さんからのリポート、また雨がいけない、これは本当に肉ですね。これ BRZ どうなんですかね、まあ、そうですね、悪い、完全にペトロナスもそうですよね、もうスピレキラして入ってきて、はい、スリック入ったけれどまた降ってきたと。さあこちら前頭、今前に出ていますが、300が2台並んでいて、このハイポイントキーパーも追いつきたいところですが、この500クラス先頭、このゼントに変わりました。その後ろがキーパーのアンシェフ、その後ろが大島のエメオスですが、相変わらず、差がですね、このキーパーから5秒半、今後ろにちょっと見えてますかね。これがワンツースリーという形になります。300クラスは相変わらず SLS のワンツーが続いています。さあゼントとキーパー 1.5 秒というタイム差、ちょっと広がっています。抜かれてからちょっとやっぱりキーパーの方がペースが上がらないかなというところですね。そうですね、はみ出ちゃったんでね、今コースからさっきあのアウディが、はい、うまく交錯しちゃったんですね、ラインが。さあここでコントロールラインでどうか、タイム差 1.4 ですね、若干縮めてきました。こちらが3番手のエネオス、大島です。でここから12秒離れて、JP オリベイラ4番手です。カルソニック GTR 1,2,3 が今レクサス、4番手がこのカルソニック、これがオリベイラ。
ここもなんとか4番手で今耐えているというところですね。この車はですかポイントが多いからすごい大きいですよ、4番手にいるのは、はい、シリーズ考えるとね、相当うまく今レース運んでますよね。ペースも上がっています。1分17秒849というのが13ラップ目のタイムです。早いですね、一番早いですもんね。これ今そうですね、レクサス勢よりもコンマ5秒ぐらい早いということになります。さあこちらは今デンソーが見えていますが、こちらが8位争いという形になってますかね。デンソーは周回遅れですか。そうなんですね。で、はい、8位争いをしていて、その後ろから今 JP が4番手として追い抜いていこうかというところです。そうですね、これはブルー振られちゃいますね。金下対ジャービスですね。お、狙っていけるか。景品の前にデンソー出ようとしていますが NSX、 ここはブロック。金下とジャービスの争い、まあ、でもだいぶ NSX もやはり木下さん戦えるようになってきたなっていう感じですね。これそうですね、開幕戦2戦目3戦目と元気ありませんでしたけども、まあ、テストでね少し不調の兆しがありましたけど、それは本物だったのかなと思います、ね。いやだけどね、せっかく上位にグリッドついたのに最初からピット全車が入っちゃったから、ね、そうです、いち早くなりましたね、はい、これで一周遅れのところにいるわけですから、なんとも皮肉ですよね。せっかく戦闘力アップしたのにもかかわらずね、ちょっともったいなかったです。さあもう一回狙います。ジャービス馬乗せコーナー外側から、外側から行く。ここはなんとか守った金石。そして SP コーナーに入っていきます。わあ、ここはまた300の渋滞が続きますんで、デンソーにとってはチャンスか。うまく狙っていきたいところ。最終コーナーを回ってホームストレート、もうだいぶ近づいてきましたよ。さあ右側にデンソー、景品も守る。うまくスリップを使って1コーナーに景品、おっと危ない。これは相当、うわでもデンソーもその影響でブレーキング外に膨らんで、ちょっと危なかったですね今、はい、ブレーキングで一気に挙動を乱しました。心配そうに見ます石浦。もう一度でもこれどうでしょう。カルソニックがその後ろにつけていますが、なかなかラップダウンできませんね。また雨は上がったんですかね。フライパーも動いてないです。そうですね、今放送席から見ると雨は降ってないように見えるんですが。サッシャさん、はい、エミさん。そうですね、おっしゃる通り今雨はもう本当にほぼほぼ止んでる状態です。さあまたドライ気味になってきた。先頭の前頭平手、後ろまでは4秒5のマージン。もう惑わされないぞというところですかね。気温は現在22度、そして路面温度25度です。15周目での気温、そして路面温度です。今17周目、79周の争いになりました。先頭前頭の平手4秒離れてカルダレフィ37号車キーパー RCF。このように1分14秒054というのを15周目に出しています。前途は予選苦労してたから、今のポジションはもうもらいみたいな感じですよね、はい、ドライタイヤブリヂストンが非常にいいということですが、ここはホンダ勢同士ウィーダーが前に出ています。 ARTA の NSX を抜いていく形ですね。今回 ARTA は松浦君頑張りましたよね、予選ね、はいはい、すごい頑張って上位に行きました、はい、さあこのまま ARTA を打っていって、そしてウィダーが前です。さあこれで先頭の前頭今18周目に入ります。後ろだいぶ広がりましたね。随分広がったですね。安定してますよね。またさらに広がって5秒3のギャップです。その後ろ、これがエメオ3番手大島、ここまで7秒1ですから合わせて12秒ですね、トップからは。そしてこれはもうラップダウン。続いてくるのが JP オリベイラ、
これですね、カルソニック。ここまでプラス18秒、さらに現在トップ4です。そしてその後ろから本山という形になります。さあトップの平手、順調ですね。順調ですね。こちらが300クラスのトップ、ミルドハイムが走ります。ディクセル SLS、 こちらは後ろの、まで2秒2の差。あ、安岡が山内を抜いてるんですね。50号車のワコーズ、マストンマーティンが2番手です。現在その後ろに、山内の10号車ですね、ルーニーです。これが今2番手、安岡。すごいですね、頑張ってますね。もうですね、アストンマーティンこれ今、2秒2ですからね。しかもラストラップもほぼ同じタイミングで走って、同じような、ラップタイムで走ってますね。1分23秒1という。そうですね、これは面白くなってきました。一方のルーニーがちょっと1分25秒2と、まあ、これちょっと500人抜かれてたりもするのかもしれませんが、ちょっとタイムが遅いですね。追いついてきましたよ。先ほどまで2秒2でしたが、これ途中1秒2までセクターワン縮めてきまして、そして今コントロールラインを通過して0秒7コンマ7まで縮まってきました。これはチャンスが近づいてきました。加納選手も見守ります。木下さん、これこの SG、 この後バックストレート終わり馬乗せ、ちょっと注目ですね。そうですね、明らかにアストマジの勢いがありますよね。ここまでね、急激に詰められると、まあさすがにトップ走っていても少し精神的に降参状態に陥るんですよね。そうですか。こんなにね、ペース一気に来るんだとちょっと抑えきれないよねという弱気な気持ちになりますよね。ミルドハイムの前、後ろから安岡、ここは馬乗せでは近寄れませんでした。ですからストレートはまだこの LCLS もスピードがあるのかもしれませんね。ただコーナーで詰められているのかもしれませんが、 SP コーナー抜けてこの後 110R 最終コーナーに向かっていきます。あとはやはりタイヤのことですよね。先ほどちょっと濡れてるダンボってすごいいいよねという話をさせてもらいましたけども、はい、やっぱり乾いてきた時にね、ちょっとウェットでは狙ってきますよ。4から並んで、うわ一気に抜いてった。そしてこちら、オーケー引退伝送。お、そしてまた SLS が前ですね。そのままですね。そのままです、はい、500が抜いてった、はい、これ横浜タイヤもね、ちょい濡れの時には少し劣勢でしたけども、まあほぼドライになってきて、勢いを取り戻したというところでしょう。少しだいぶまた詰めてきました安岡。これそうだとすると他の横浜勢もどんどん上がっていくということなんですよね。そうですね、タイヤが合ってきた感じですね、はい、今のコンディションに。分かんないもんですね、刻々と変化してますから、はい、さっきまで良かったのが今度はね、また違うタイヤが良くなったりとか、はい、こちらちょっと500と300入り乱れていますが、ミルドハイムもなんとかポジションキープをしようということで、500の間あんまり簡単に行かせませんね。そうですね、しっかり抑えましたね。今ミルドハイムとしてはここで一旦ちょっと稼ぎたいところですが、さあ安岡が一気に詰めてきます。最終コーナー回って、これでもう一度ホームストレート近づいてきました。安岡スリップに入って真後ろについた。ミルドハイムも警戒して真ん中走りますね。安岡が右から1コーナー前、あっと今当たりました。そのまま安岡が前に出て、あっとこれは何か、今当たったからですよね。なんかこれ擦ってフロントタイヤがパンクしました。タイヤですか、はい、うわ今のでタイヤが右のフロントがパンクしちゃいました。うわ頭を抱える平中。いやトップを走っていた11号車ミルドハイム、安岡に今当てられる形になってしまいました。今のはどうなんですかね。もう一度見ましょう。安岡が内側から行きます。ブレーキで反射芯
程度入ってますから、ほぼ並んでますよね。これ見えてますもんね。ですので、いやそこが当たっていったという状況ではないですよね。やはりビルドハイムが少しターンインのタイミングを待つべきだったのかなというふうに、このカットからは見えますけどもね。この瞬間もタイヤが、はい、回ってません。パンクしています。うわー、もう火花が上がっていますね。できれば安岡もうオーバーラン仕掛けてましたから、まあ、結果論ですけども、はい、一旦はそこは行かせてラインをクロスして、また返す方の抜き返すというのが、まあ、後からはね、何とでも言いますけどもね、それが良かったんではないでしょうかね。こちらはダメージはなさそうですかね。そうですね、ボディとフロントタイヤが当たったんですね。さあ今ようやくこれでピットに11号車入ってくる。おっとパーツが落ちましたね。あ、そうですね、すごい火花が出た。さあピットに入ってきてどうでしょう。これタイヤ交換だけで済むかどうか、ボディダメージがあるかどうか。もう一度これ内側からです。後ろから見るとちょっと滑ったのがドンと当たった感じですかね。まあ、確かにアストンマーチンもね、少しラインは膨らんでますけど、まあ、まあレスマンスあ、これあれですね、タイヤだけじゃ ないです。フロントの足がいってますね、多分。あ、そうですか。はい、今ちょっとタイヤの揺れ方がですね、パンクしただけじゃないと思うような感じでした。まあ、これ抜けない、ガタガタしてるでしょ。外れないんですよ、ようやく。足回りが壊れてますね。ああ、本当だ、ブラブラですね、はい、ね。ああ、こうなるとちょっと厳しいです。トップを走っていた11号車ゲイナー・ディクセル SNS、 もうメカニックゆっくりじゃないですか。これはもうダメだと思ってます。リタイアですかね。うわ、残念ですね。非常に天気も味方につけてトップを走っていたわけですが、代わってトップはこの安岡ということになりました。ワコーズアストンマーティン300クラスです。今接触について検証されているところですね。どういう判断をするか。なるほど。この11号車と50号車の接触を検証ということで、まあ、レーシングインシデントだったのかどうかということですね。そうですね。さあここはもう48号車スナップオンの GTR を抜いていきます。ラップダウンですね。1分22秒というタイムで走っています。だいぶ速い。プリウス、あ、プリウスが今止まってました。スピンしてましたね。スピンですか。あ、そうですね、プリウス、サナ・コウキ選手、これはスピンして戻れるかどうか。今待ってるんですかね。であればいいんですが、ちょっと待ってるにしては 変な感じですね。下がっちゃいますね。ギアが問題なのかエンジンなのか、ちょっとね、すぐに動きづらい状況ですよね、これね。もう思ったより向こう側に下ってて、下がっちゃうと空回りして上がらなくなっちゃう、はい、ところですよね。そうですね、芝生は水分を含んでますので空転してしまいますよね。さあ500のトップ、ゼントの平手、今8秒のマージン、カルダレルに対してあります。この、ね、レクサス 1,2,3 がですね、すごく今の試合ともかく15秒ぐらいでかなり逃げてるんですよね。はい、カルソニックもかなりペースは悪くはないんですけども、じりじりとレクサスに離されてる。はい、あ、61号車 DRZ に、はい、ペナルティ、これはスタート前にタイヤ交換したということですね。はい、ということはこれペナルティストップ10秒、ですからピットに入ってきて、10秒止まって走ったり蹴ったりじゃないですか。うわ、要するにまだセーフティーカーランがあって走ってるからスタートしてない、その最中にタイヤを変えたということで、ペナルティーですか。まあ、踏んだり蹴ったりですね。もしくはグリッドでという可能性もありますよね。ああ、なるほど、はい、これですね。これいやー、しかしこれはもう BRZ の流れがということですね。61号車の BRZ、 予選ではいい走りではあったんですが、ここでピットに入ってきます。ですからこれでピットで静止10秒ということですね。そうですね、ピットの先でですね、ピットスルーじゃないんですよね。はい、完全に出口の手前で、はい、タイミングカウンターの前で止まって10秒ですね。今首を横に振ってましたね、佐々木。
雨が強く降ればっていうギャンブルだったら、まあ、これを覚悟してもってこともあるのかもしれませんが、しかし結果ここで今10秒の静止です。13番手を走っていたんですが、ここで10秒待ってスタートです。長く感じますね。そうですね、空いていいというふうな表示だったんでしょうかね。さあトップの平手前頭 RCF、 さらに、これカルダレリーに対してですね、マージンを14秒まで広げています。カルダレリー1分22秒ちょっと遅いラップでしたね。そうですね、この周は、何かありましたね。平手選手でもペースいいですね。今前者で一番早いんですか。あ、山本選手1分15秒857と NSS が今トップですね。ペースではただ上位勢で1分15秒597というタイム、平手選手これでまた、全体でも今一番早いタイムで走っています。確かに山本選手は14秒6というベストを出していますから、はい、すごく早いんですが、いかんせんね、コースレコードですか。あ、これ1分14秒627ってコースレコードですね。いかんせんそのタイヤの交換、ね、ここに行っちゃいけないでしょって、本当に残念ですね。これは、ね、道具は揃ってさあ戦えるぞというところなのに残念ですけど、はい、まあ仕方ないですね。そしてデンソーのジャービスも1分14秒550と、これが、コースレコードになっているんですね。今ね22周目に記録しています。さあエメオスがこれキーパーに対して迫ってきているというところですが、そうですね、カルダレリーキーパーがですね一瞬奥ロスしたんですよね、はい、その時にスッと近づきましたね。ただその後はほぼペースが一緒です、はい、今映りましたが、これあれ見やすともう一回先ほどですねペナルティエリアを勘違いしたんですね、ですから本来止まらなきゃいけないところに通り過ぎて止まってしまったんですよね。2回や、はい、実質やってしまったと。そういうことです。ですから、まあ、後ろ早く行けっていう合図をしてましたけども、あれはカウンターがなかったんですよ、はい、あそこにはね、はい、あうわじゃあ踏んだり蹴ったり蹴ったり転んだり転んだりぐらいですね。もう全く圏外になっちゃいました。泣いちゃいたくなりますよねこれね。佐々木選手さっき首振りながら入ってきましたけど、本当コントロールタワーのすぐ真下のところがそうなんです、ね、エリアだったんですが、先頭まで行っちゃいましたもんね、このピットエリアの、ね、これフォローするのもなんなんですけど、まあ、自分たちがペナルティ受けるつもりはないと思うと、なかなかこういう場所を確認せずにレースに挑んでしまうんですね。それではいけないんですけれども、まあ、あと踏んだり蹴ったりだと余計ね精神的に ね今回ねトップ勝てたかもしれないレースでしたからね、はい、まあ、たらればいってもしょうがないですけど、もったいなすぎますよね。おっしゃるとおりもったいないですね、これはね。さあ前途の RCF1 分15秒532、CRZ を抜いていきます。ペースは順調です。平手1分15秒460と、これまた、まあ、ほぼ同じペースでラップを刻んでいます。そして後ろは16秒9離れてますからね、だいぶセーフティーマージンになっていますが、まあ、ただ天気はこの後このまま持つかどうか、まだあと50周ありますからね、まあ、この29周の間もいろんなことがありましたんで、まだまだ分かりません。300スタディの Z4 が見えています。アラ選手ですね。こちらがパルソニックが見えていますが、さあオリベイラ4番手を走っていますが、その後ろから、あ、これはアウディの R8 ですね。こちら300、さあ3、さあこれ300なんですが、トップの安岡の後ろが15秒離れて10号車の SLS の山内なんですが、その後が影山、そしてクート、青木、さらにですね、そのまま1、2、3、4、5台、6、5台ぐらいがもう並んでる状態なんですね。今ね3位争いというのが非常にもう接近戦になっています。こちらですね、
そうなんですね。それからあの上位の、まあ、ベスト10あたりまではですね、はい、前半にタイヤ交換をしないでスリックで耐えたチームなんですね、はい、でその中で21位のリチャード・ライアンだけはですねタイム交換してるんですよ、はい、かなりタイムロスをしたのにもかかわらずここまでグイグイグイと上がってきてるんですね。なるほど。ということはアルディの R8 非常にいいんですね、はい、これね。あのスタディの、Z4 にもタイヤ交換のペナルティで10秒ストップが出ましたね。同じ理由ですかね、これね、はい、そうですね。やっぱりその、セーフティーカーの入ってる間っていうことなんでしょうね。さあこちら今3番手争い一番後ろからこの R8 のライアンという形ですね。その後ろも来てますかね、和田選手が来ています。都合5台ですかね。さあこちらペナルティストップ10秒の、Z4 です。これはちょっとヨルグミラも厳しい表情で見ています。まあしょうがないですからね。に入ります。そしてここ、あ、プリウス走ってますか。走り出したけどなんか全然勢いがない。そうですね。さあ1、2、3、4、5台、6台並んでいます。これ山内からの6台ですかね。山内、影山、クート、青木、ライアン、和田。ちょっと間ね状態になってますが、Sロードが今抜いていこうというところです。本山選手10秒のペナルティを終えてスタディは出ていきました。今 Sロードが全台これ抜いていくんですが、さあそれを狙って今影山が山内を抜こうと1コーナーブレーキング上部、あ、膨らんだ、またうっとヒットしました。その間に今2台抜かれていきます。青木行った、青木、そしてライアンですね。どうも同じケースで1コーナーの進入で当たりましたね。じゃあ11コーナーも、ね、そうですね、はい、クートも行きましたね。これやっぱり、インから刺そうとするときつくなってきてどうしても食らってしまうということですね。さあこれでクート、そしてその後ろが青木、今モチュールがまた来てますが、山内、山はちょっと下がってしまいました。さあこれでクートに対して青木が狙っていきたいところですが、マネパのランボルギーニコーナーがあって、これペースはランボルギーニは良さそうですね。さあ国立のポルシェを狙うマネパのランボルギーニ、その後ろでも今まだ戦いが続いていますが、さあこのホームストレートから1コーナーの争い、今度はこのポルシェ対ランボルギーニ、どうか。ポルシェ速いですね、ストレート。そうですね、離れますね。ここはちょっと今モチュールも入りましたんで、そしておっと、これは山内に対してこれスタディですね。今後ろからも迫っていましたが、ここですね、もう一度この S 字でランボルギーニが近づいてきます。さあ気温は22度、路面温度25度になっています。ここはバックストレートに入ります。さあもう一度見ましょう。力狙って、そして山内にゴツンという形になっちゃいましたね。まあ、本人にも得がなかったですよね。内側2台がありましたから、はい、その今山内が下がっていますが、後ろからはアウディの R8 が来ています。一方のこちら影山、まあ、見つけた方という形になってしまいましたが、まあ、結果前には一応出ていますが、しかしクートと、そして、あ、今もう一台入っていきますね。これ NSX ですね、レイブリック。これはスケジュールストップということでしょうかね。各号車
ちょっとでもラップ的にはどうでしょう。34ラップ。あ、でももう変えますね。いいところかな。チューブ外してましたけどね。ただピットインをしているので周回数はタイヤ的にそんなに走り込んでないんですね。はい、慌てて変えなければいけない状態ではおそらくないと思うんですが。あ、でも結構これはいわゆるタイヤの数を拾ってるんですか。あ、そうですか。それから、ドライバーの最長運転時間としてもですね、まあ、半分で切るというのはセオリーではあるんですけども、はい、天候のこともありますのでいつ降ってくるかわからない状態ではですね、あまり先に入るのは得策ではないんですね。 なるべく引っ張って引っ張って引っ張って、もし雨が降ってきたらその時に入ろうというのが正攻法ですので、ちょっとそういう意味では他の車と違う作戦ですよね。ていうかもうですから最後尾じゃないですかほとんど、だからまあね、なかなか策を練るにもなんかやってみようということでしょうか。もう時すでにラップも2ラップ遅れですから、はい、あんまり関係ないんでしょうか。さあ、国連にチェンジをして出てきました。雨を見ますが降ってないねという感じでしょうか。50秒3車ももったいないですね。いや、あんなにいい場所にいて実は早く走るのに予選2番手でしたからね。それで2ラップ遅れですよ。この時点でもう全く権利なしですからね。まあ、せっかくこの ONS 席速くなったところで、予選もいい走り2番手4番手としてたわけですけれども、序盤の雨で大きくちょっと計算が変わってしまいました。さあ、これは今復帰して走っていますが、ちょうど300の争いのど真ん中に入った形ですかね。なんか遅いな、こんなもんですか。そうですね、まあ、インラップということでタイヤの発熱を待ってるんでしょうね。まあ、それにしてもちょっと元気がないですね。いや、 やっぱり温まりにくいんでしょうね。500のトップは変わらず、前途の平手1分18秒というタイムですね。後ろまでのタイムギャップは14秒7。カルダリリが後ろから来ています。キーパーの RCF、 その後ろが大島。前途はレース巧者という感じでうまいことをやってますよね。これオリベイラに対して元山が近づいてきましたね。コンマ4、ちょっとなんか接触あったようですね。あ、そうですか。めくれてます。あ、そうですね、左フロントカナードのあたりがめくれてますね。前がオリベイラ、後ろが元山、これ4番手争い。ちょっと何がめくれてるのか、アップになった時に見てました、ね、オリベイラどいてくれと、初音ミクの Z4 に。しかしここも争いがありますから、この前なかなか譲れません。抜いていきます。ちょっと間に2台入られてしまった形ですね。ただペースはこれ元山の方が速いですから、そんなに焦ってないかもしれませんが。そうですね、まあ、でも JP としてはなんとかね、ちょっとずつでもこのバックマーカーを使いたいところですよね。さあ、元山1分14秒141という、全車ベストを32周目に出しています。来たーって感じですね。これまだコースレコードですよね。もう一気に追いついてきますね。これすごく速いかもしれないですね、はい、今 JP がラストラップ1分18秒。あ、一気に詰まっちゃった。来た、今引っかかっちゃってたんで300に。さあ、このレオンの SNS に引っかかってる間に、はい、これはなすすべないかもしれないですね。この後ハイポイント、そしてレインボーと続きます。その後がバックストレート、ちょっと手追い気味なので、オリベラの車が何かの部品が外れかかってますよね。ですね。おっとっと滑ってますね。これは路面じゃないんですかね、車の状況か。さあ、元山が内側からバックストレートだと思いますけど、今のでトラクションが抜けたんで、もうまさに簡単にストレートで行かれちゃいましたね。これで S ロードが4番手、まあ、フェンダーの一部かな、なんか飛び出してますよね。そうですね、フェンダーの一部か何かがこうペロッとずれちゃってる感じですね。まあ、大きな出来事じゃないですけれども、ただペースを考えるとこれ影響ないんですかね。全然ペースは違いますね。もうこんな離れちゃいましたから。まあ、確かにベストラップでも1秒8実はこの S ロードの方が、パナソニックよりも速いんですけれども、それにしてもという感じですね。今元山1分16秒574 JP は1分19秒164というタイムですね。ちょっと遅いですね。だんだんしかもペースがこう落ちてますね。あ、そしてホンダ勢また入ってきます。 ARTA です。
SX は割と早めなんですね。まあ変えたのも早かったわけですけど、最初、8号車オレンジディスクですか、提示されているということですか。ディスカー、はい、これユッチに交換ですね。 NSX は見事に全部揃って回に沈みましたね。そうですね、こちら時代も一番いいのが10位にいる山本選手ですから、この ART も6番手スタートでしたからね。さあここはまた、さあクリスタルが前に出たんですかね、はい、今抜いていきましたね、ポルシェを抜いていって、こちらはリュウチ、今ドライバー交代、そしてキーパーも変わりますね。キーパーもどうやらピットイン、そして変えていきます。カルダレリから伊藤にドライバーチェンジということで、今38周目、まあ、ちょうど真ん中近いというところですね。ほぼ、まあ、当分に走ろうという形なんでしょうか。2番手を走っていましたけれども、伊藤にスイッチして今出てきました。これでキーパーはどうでしょう、5番手6番手ぐらいまで下がりますかね。変わらず前頭トップです。1分17秒台で走っています。決して断トツに速いわけじゃないんですよね、はい、ですけどレースの組み立てが本当にうまくいった。あっと、あ、接触した、ね、接触、先ほどこれですね、 RTA の直しを入れてということになります。まあ応急処置という形になりますが、出ていきました。 RTA 接触があったんでしょうね。おっと、そしてあーっとペトロナスが今飛び出している。ロシタ、これはだいぶ汚れてますね。これはあれですか、レインボーコーナーの出口ですかね。そうですね、かなりベストラップベストラップでね、かなりプッシュしていたんですけれどもね、はい、1分14秒142というのが前のラップだったんですが、今これでちょっとだいぶタイムロスしてしまいました。ロシタ現在、ロシタがこれで順位を落として9番手、大本にも抜かれましたね。10番手ですね。うん、中島和樹、うん、痛かったですね。今ので3つほど順位を落としてしまいました。この辺結構タイムが詰まっていたところですから、一気に順位を落とすという結果になってしまいました。この次のコーナーで先ほどオーバーランという形になりました。ここですね、さあ前頭、そして28秒離れて大島が今2番手、その後ろ本山、さらに25秒離れて3番手ですね。前も言いましたけど、今決して速いわけじゃないんですよね。後ろの車15秒台14秒台がいるところを16秒17秒で走ってるんですけど、このうまくこの前半に作ったリードを上手にこうなんていうんですか、削りながらトップをキープしてますよね。ただ残りレース距離、まあ周回数としてはあと38周9周というところですが、タイムギャップが27秒で、ラップあたり今1秒以上詰められてますので、このペースだと厳しいかもしれませんが、どうでしょう。まあ、でもタイヤを変えて立川選手ですよね、はい、まあ、またリフレッシュするわけなんで、また条件も変わってくるでしょう、はい、さあこちらはキーパー、そして300クラスはワコーズと
マネパのランボルギーニ、タイム差31秒と広がっています。これ安岡選手はレーシングアンクシデント、特にそれも発表ないですね。であればこの位置はもう問題なく走れるという形になりますが、1分22秒2337というタイムで走っています。これは2番手を走る青木よりもコンマ7速いんですね。さあこれはおアウディの R8 とそして TWS の BMW、 これラップ同じじゃないんですがちょっと当たりそうで結局オーバーランしてしまいます。抜いていこうといったところだったんでしょうかね。アウディの R8、 ライアンが今4番手を走っているんですがちょっとここはオーバーランしてしまいました。ライアンは現在前まではこの前までは2秒のギャップで今、おっと3号車が見えました。これは BMAX の GTR オルドネスですね。 SP コーナーでオーバーラン、オルドネス16番手を走っていましたがこれは単独のオーバーランですかね。そうですね、ちょっとグリップがこの車もトップを狙ってくるところに走ってた車なんですけど今回はちょっと見逃しちゃったんですけどタイヤのチョイスとかを失敗してますかね。このずいぶん後ろですよね。そうですね、これ今17番手まで下がっています。うわわわブレーキでいっぱいダストというか。あそして88号車マネパのランボルギーニが今ピットドライバー交換をしてということでしょうか。青木選手に変えてるかな、出ていきます。43周目、トップは43周目です。さあそしてですね山本直樹選手がペース早いですね、どん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 ペース上げて1分さっきは13秒667、本当に早い。これまたレコードを作っています。今一番速い車ですね。前までは3秒差まで縮めてきました。本当に何度も言うけどもったいないですね、一周遅れですからね、はい、そして今これが33秒667ですね、はい、リーダーの山本直樹選手最も今コース上速い車という形になります。現在9番手ですがまずは前の8番手の佐々木選手を狙っていきたいところ。13秒667ですね。さあその後ろは今ロシターがいますね。ロシターもおっとそしてカラサンディック今ピットを終えて出ていきます。その後ろ無限のCRG もこれは今入ってきたところですね。ドライバー交換でしょうか。さあ44周目ちょうどレース中盤ということで各社がドライバー交換そしてピットインを続けています。かなりこれピットの出口は慎重に出ていかないとまだ濡れてるんですね。やっぱりというかですねタイヤ冷えたタイヤのドライのリアだけホイールスピンして温まってますよ ねでフロントが冷たいままなんでこのスゴーのピットアウトってここでスピンしちゃったりぶつかる車が出るぐらい難しいみたいです。あそしてロシターがこれ山本を狙っていこうというところですね。これちょっと前に詰まったこともあって山本直樹1分16秒でこの、まあ、ラストラップ回ったんでロシターが詰めてきました。コンマ9の差です。さあウィダー対ペトロナスの戦い、その後ろのはちょっと離れてるんですね。ですからこの2台の戦いになります。また1コーナーちょっとワイドになっていますが少しここは離れて1秒168。これ山本選手はこの前の車を木下さんちょっと料理したいですね早く。そういうことですね。
ただあのロシタもいいペースですけども、差し押し勝負になれば逃げ切れるような性能ありますよね。はい、この突っかかってるだけ何とかしたいと思うんですよね。うわー、すごい突っかかってます。さあ一気に近づいてきました。横に並ぶ、どうだ、ロシターが前に出た、山本を抜いた、ロシター前です。この300の渋滞を利用して抜いていきました。さあただベストタイムはこの山本ウィーナーのがいいんですからね。 NSX 抜き返せるかどうか。ロシターもね、ちょっと暴れすぎちゃってもったいないですね。その前 D ステーションもいますね。これ佐々木3台の争いという形になります。7、8、9番手争い。ここ1コーナーどうだ、ここは狙えない。ただロシターが逆に D ステーションに近づいています。 D ステーションも早いですよね今回。そうですね、ベストタイムは1分15秒1。ただロシタのがベストタイムで1秒早いです。おっと1台今 SLS がこれ S 字の手前で止まってますね。あっと10番、あ10号車、あーっと上田だ、変わったばっかりかな。そうですよね。あーこれは戻れる、しかしただのオーバーランですかね、それともパワーを失ってしまったか。あーっとまたスピン、これまた360号車ですから沖縄ですね。沖縄 GTR スピンです。ひっくり返っちゃってますね。第4コーナーでこれ今スピンなかなか戻ろうにも戻れない、危ないですね。さあ一方のこちら300の、あ500の争いですが、まだロシターは前狙えてないですね。佐々木に対して詰めてはいるんですが、そして山本がちょっと離れてるかな。その前に今大島前ワンラップ前です。エネオスはワンラップ前にいるんですね。 D ステーション、そしてペトロナス、その後ろからウィダーです。これは日産、そしてレクサス、さらにホンダと戦いですね。あ、こちらワコーズ入ってきましたね。300クラスのトップ50号車ワコーズアストンマーティン、今入る前のギャップはもうほぼ一周、大きなギャップを持って入ってきました。あ、54秒の、マージンを持って今入ってきたんですね。そうですね、ゲイナーの2台ともがちょっと遅れてしまったのでね、はい、ちょっとなんか今の口の中の湯気が気になるな。気になりますね。あ、そして今ペドロナスがロシターを抜いたんですが、これはオーバーラン行き過ぎました。戻れるか、戻ります。わあ、これは今回だからもう暴れちゃってますよね。そうですね、早いんだけど、まあね、テクニックはあるんでしょうけども、精神的にちょっとコントロール不能になってますよね。荒れてますね。それでロシタは今山本にまた抜き返される形で9番手に下がります。なんで今ジャッキ上げ直したんだろう、なんか変ですね。大丈夫かな、完全にドライバーを変えてワコーズアストンマーティン一番、ピットの出口近くにいるわけですが、ちょっと時間がかかったような気がしました。これでクリスタルのランボルギーニが、これが今来てるんですね。こちらより前に出れるかどうか。前には出たけどアウトラップ、しかしまだアウトラップ。うわー、これは全然ペースが違う。さあクリスタルが前に出た、クリスタルランボルギーニこれで今前に出ました。86号車クリスタルのランボルギーニがこれでトップ。88号車、これはオリドが今走っていますが、マネパのランボルギーニ、さあその
チとランボルギーニが今上位につけています。先ほどの反応が入ってくる前の3番手4番手ですからね。さあ45周目の、今気温が22度、そして路面温度24度です。さあデンソーディステーションがこれ今映っていますが、39号車のこれはジャービスが今外側からコース内側から今出ます。あでコースアウトをして、ここは数台交錯してたんですね。今は数多かったですからね。サシャさん、はい、ジローさん、また通り雨かもしれませんけども雨が降り始めました。あまた雨が来た。50周目に入ったところで雨。さあデンソーディステーションコンマ8です。デンソーが前コースアウトしたことによって一気に近づきました。ですからこの後ろ、ここですね、緑の車デンソー、あ、ディステーション、その後ろからペトロナスももうロシターがピタッとついています。大丈夫かなロシター。そしてここでバックストレートに入ります。スリップを使います。Dステーション佐々木が前、馬の背でロシターはここは無理をしない。素晴らしいトップの走りを見せました安岡。今はですね、ゲイナーと接触の、まあ、話し合いで、はい、そのピットを訪れてたんですね。さあそして佐々木に対してロシター真後ろまでつけています。ホームストレート内側からロシター行く。しかしここはスリップを使って佐々木もなんとか守る。しかしここちょっと膨らんだ。これはね、プリウスがいなかったら今のはちょうどいいね、交錯するなんてちょっとオーバーランしましたから、なかなかロシターは思うようにならないですね。しかしこのそのオーバーランの間に一気にロシターまた詰めました。Dステーションとそしてペトロナスの戦い。あそしてピットにはデスロードですね、本山聡3位にいたわけですけれども、今これはドライバーも交代をします。柳田にスイッチ、ゼントも入りました。そしてトップのゼントも入る。そろそろエネオスも入りますね。これ平手から立川にスイッチします。まあ、大きなマージンを持って立川、これは、まあ、あとは天気ですかね。ちょっとさっき二郎さんから若干雨という話もありましたが、そうですね、また最後ゴール間近にちょっと人波乱もあるのかどうか。トップこの八手から立川52周目でスイッチです。さあキーパーがこれで37号車今通過していきましたが、ここはまだキーパーはワンラップダウンですね。そうですね、あと大島がこの周にトップに立つんですね、暫定的にね。ですからエネオスがこれでトップに立つはずです。でその後ろにいたエスロードが今ピットに入ってますから、そのさらに後ろが23号車のモチュールのピンタイム。さあ前と出ていきますが、今モチュールがホームストレートを通過していきました。この後ろモチュール来てるはずですね。そのあたりでのボールでしょうかね。さあトップに変わりましたエネオスの大島、後ろが、ワンラップダウンでの争いですね。Dステーションとそしてペトロナスが見えました。これは先ほど S 字、おっとこれコンタクトしてますね。 S 字の入り口、 BRTA の CRZ とのコンタクトですが、これは大丈夫かな。大丈夫そうですね。ダメージはね、そういうことなさそうですね。スピード差がある500と300ですからね。タイヤ の, あのサイドの部分っていうのは一番、あそして一気にこれ D ステーションとそしてペトロナス、さらにエメオスも入ってきましたね。
さあこれはピット勝負、一気に入れ替わる可能性が出てきました。手前側に D ステーション、そしてピット出口近くにエネオス、そしてペトロナスの RCF です。今回はねピットの入り口近くが日産勢、そして出口近くがレクサス勢となっていますが、ここはドライバーも交代しますので順位が入れ替わる可能性があります。こちらエネオスは大島から国本にスイッチ。ペトロナスもいよいよゴールを取った中で D ステーション動いた。さあ D ステーション出ていきます。ペトロナスが速い。さあペトロナスが出た。これはエネオスよりも速い。一番前がペトロナス、そしてエメオスと D ステーションはどうか。エメオスが前です。これはペトロナスの方がピットタイム7秒8秒近く速いんですね。そうですね、うまくやりましたね。まあ、ですからペトロナス最初のリズムさえ合ってればやっぱりすごい上位にいたんです ね。そしてモチュールもこれ今ピットを終えて、サッシュさん、はい、ジローさん、2回目のピットインの時にガソリンを多少入れてるんですよね。その分だけ早くここからピットは済みましたね。なるほど。先ほどタイヤ交換の時に、ドライタイヤに変える時に少し入れていたんで、このタイミングではあまり入れることが必要がなかったということでピットタイムが少なくする。小さなことなんですけど、こういう時に聞いてくるんですね。そうですね、結果8秒早かったわけですからね。さあモチュールも今これでコース復帰しました。さあこれでトップはゼントの立川、その後ろがエネオス、を抜いて、エネオスですかね、エネオスの国本ですかね。そしてこのモチュール23号車松田継夫に代わってというところでしょうか。さあゼントが相変わらずトップです。後ろまでのマージンは25秒。2番手を走っているのはキーパーの RCF 伊藤大輔です。ラップタイムは、まあ、あまり変わらないですかね。今ね1分18、19といったところ。これまたガソリン積みましたからちょっとペースが落ちました。さあそしてデンソーですね、ここもドライバーチェンジです。ジャービスから石浦、大波乱の前半から後半ドライバー変えてどうなるか。その後ろウェッツポーツも今どうやら入っているんですが、はい、こちらですね。ウェッツポーツアドバン RCF、これは関口から脇坂に変えて、これでゴールまで、まあ、このまま天気が変わらなければいくという形になります。残す周回はなんと24周です。トップ、そのトップのゼント立川、なのかどうか。そうですね、まあ落ち着いていけますね、これはね。これで一通り大きく、まあいわゆるリーダーグループは全部この500は入ってきたという形になるんですかね。2番手のキーパーの24秒348タイムギャップです。詰めてはいるんですが、まだまだギャップが大きい。そして残りラップが23、4周ですから、これはもうちょっとペース上げないと前頭に追いつくのは難しいという今ギャップになっています。その後ろが15秒離れて国本、エネオスという形ですね。さあこちらは300クラス、今3、4位争いですね。岩崎の GTR と TWS の Z4、岩崎対飯田です。後ろから Z4 が迫っています。
飯田どうでしょう。抜いてさあこれ内側から岩崎一つ上げますね。岩崎一つ上げますね。そして飯田を狙ってます。抜いてますね。その後ろから行く。さあ加納はこれ今抜かれていきました。さらにもう一回今飯田が後ろから狙っていきたいところですが、前途がここは抜いていきます。さあ岩崎そしてワコーズ、さらに TWS の3台の争い。さあこれで今前途が抜いてきましたので、もう一回争い。さあ後ろから行った Z4、 調子の良かったこのアストンマーティンですが、前半調子良かったんですが、ここで1コーナーは内側から TWS、 BMW が前に出た。これで3番手。そしてその前で岩崎がもうちょっと逃げにかかっていますね。飯田が抜いていきます。あとはこの岩崎についていけるか。これ一番前にいる88のマネッパは今オリドですが、22秒前。そうですね、結構なリードです。セーフティーに近いぐらい前。そうですね、ただこの2位3位4位争い、そうです、ここはどこなのか飯田選手が意外と来そうですね、はい、意外となんて言ったら失礼ですけども、飯田選手ここもう一度追いついていきたいところですが、ここはモチュールが1回抜きます。そして一気に追いついてくる。ここで譲ったのをこう利用して飯田が一気に近づいて、最終コーナーからホームストレートスリップに入っています。さあ岩崎を抜いていけるか。内側からちょっと揺さぶりをかけていく。 GTR はまっすぐは速いんですね。ここは1コーナーではちょっと狙えませんね。あ、そして今後ろでは青木のアレートも並んでるのが見えましたが、もう一度行きたいところですね。ここは S ロードがもう一回通過していきます。その後ろからカルソニック、また抜かれるんで飯田選手もちょっと攻めあぐねるんですね、タイミングが取れないですね、はい、ずっと500が来るんで。これは吉本ですか。吉本ですか。いや飯田選手でしょ。今飯田です、ね、スタートは飯田でしたよね、はい、あ、そうでした、はい、あ、じゃあサッシャさん、はい、またですね雨がちょっと強まってきましたね。まあ、まだ小雨状態なんですが、また降ってきました。吉本でしたね。あ、ただ、60番 BMW 入ってきますね。これから吉本に変わるのかな。あ、そうです、やっぱり飯田でしたね。飯田ここまで来たのですね。あっとプリウスがまたスピンしましたね。スピンですかね。ちょっとプリウスこのレースはトラブル続きです。さあこれで飯田から吉本にスイッチをしようというところでしょうか。ピットにこれで入ります。59周目です。トップはここまで引っ張ってたんだ。これでトップはオリド、2番手、岩崎で加納という順でしょうかね。さあレインタイヤですか。やはり、あ、このようにカメラにも雨粒がついています。さあこれはまたギャンブルにある意味出るという形ですかね。いち早くレインタイヤに変えていくのはこの300クラスや TWS の BMW。 そうですね、このドライバーの最長周回数という問題ちょっと疑問として残るんですけども、まあ、話を展開、天気の方に戻せば、はい、ウェットにまたギャンブルかけてるということですね、あ、変えない、変えなかった、用意はしたけど変えなかった、やめましたね。そのままドライでいきます。この後タイヤを全く変えずに出てったって形ですよね。そうですね、木下さんどうなんですかね、全くタイヤを変えなかったっていうのは。 ありえますよ。あ、そうですね、一応天候のことがあるので両方ともすぐにね、判断できるように用意はしますね、でもその時のとっさの判断でやっぱりスリックでいくなということでしょうね、まあ、補足するとこの今日の路面コンディションだと摩耗がですね、余裕がある可能性が十分あるんで、変えなくていけるっていう判断だと思います。なるほど、そんなにこのタイヤの垂れによるロスはないと、もう前半は濡れてたし、はい、
そういう意味では路面のミューが極端に上がってないんで、あのライフは伸びてるんじゃないかと思います。さあ1分17秒487でラストラップ走りました。立川の Z RCF、 あでもワイパー結構動き出した。そうですね、あその後ろのこのランボルギーニも今これが、300クラスのトップという形になりますが、これもワイパーが動いています。今全車ドライタイヤですからね。このようにペースはラストラップ24秒ですから、3周前に比べて1秒半落ちてるんですね。これがまあいわゆる抜かせたために落ちているのか、それとも雨のせいなのか、このラップちょっと注目したいと思います。先ほどのラップ1分24秒183だったこのオリドで、コントロールラインを通過して1分24秒787コンマ6、だいぶレースはでも落ちてますからね。雨がどんどん強くなってきてるかな。5周前に比べて2秒落ちてるという形ですよね。さあそうなってくるとこれが2位争いという形になりますが、岩崎とレオンの SLS ピタッとついてますね。ただ路面は濡れてます。さあ1コーナー攻められるか。ちょっと GTR の方がこのストレートは速かったかな。GTR ストレートも速いですよね、はい、あとブレーキングでコーナーに突っ込むってのはこの路面だとちょっと怖いでしょうね。ただこの FIA の、GT3 は内側から行きますよ。いった、あっとこれ今タッチしましたね。しました。 GT3 はABS とトラクションコントロールがついているので、はい、ブレーキは外いけるんじゃないでしょうかね。こういう滑りやすい路面では非常に乗りやすい車だと思います、はい、電子デバイスがね全部生きてる車たちなんですね、はい、さあこのまま今大丈夫かな。タッチしてからちょっと GTR が伸びないかな。そしてワコーズの50号車がこれ近づいちゃいましたね。可能です。いやでも滑りやすそうですね路面そうなってくるとこの可能の方がタイヤ的にいいのか。あーっとオーバー、今岩崎ちょっと膨らんでましたよね。あーこれは今外に飛び出してしまいました。これで今可能が3番手にアップ。いや岩崎はこのラップで2ポジションを失う形になりました。右回りましたね。あーそうですね、そのまま抜かれていきます。これはどうするか。あピットに入ってくる車いますね。さあこれはエプソンの NSX ですかね。中島大輔かな、入ってきました。最後の雨にかけるってのはどうですか。そういうことですかね、はい、今はまあ最後尾ですからあと18ラップ。これタイヤはレインですね。レインです。変えます。ダンロップの定評のあるレインで最後にこう素晴らしい走りを見せるっていう作戦かもしれないです。雨を来いということですか。はい、そしてウェッツスポーツも先ほど入ったばっかりですがレインに変えますね。これ熱撮影ではこのウェッツスポーツが一番最初。かなり来てるんですね雨がね。そうですね、本当に、ね、ね、変わったばっかりですよね脇坂選手ね。そうですね、それでもう一回タイヤ変えてるんですから、よっぽどちょっと雨多いんでしょうね、はい、トップグループも1分24秒、もうかなり来てるということですね。立川これ6秒遅くなりましたからね。ワンラップ、サッシャさん、はい、ジローさん、またもう家庭ですけども、この雨が降り続けばやっぱりレインタイヤの方が全然有利でしょうね。あーペースが一気に落ちました。いやこれドライバーはねー、立川これもう回るのもよっこいしょという感じです、はい、あーっとコースアウトしてるのがこれ、あーポルシェ9号車来ると国立です。どこでしょう、もうはみ出そう、ギリギリですね。そうですね、それから S ロードも決まった検証中になってますね。減速気味なっていうことですね。いや混乱してます。これでも4位走ってますからね46号車。ペナルティが出るとちょっと大きく順位を落とす可能性もあります。
さあトップのゼントはこれタイヤ変えません。このラップは1分29秒、うわさらに4秒半落としています。もう2周前より10秒遅いラップですね。これはもうドライバーもですね、もう早くピット入れてくれ、ウェットタイヤ履かせてくれよということなんですが、まあ、ただそれが得かどうかの判断はですね、ドライバーとチームがすることなんでね。これタイヤを変えたエプソンとそしてウェッツスポーツのちょっとタイムを見たいですね。高井監督も今見ていますが、いやこれ難しいですよ。だからあのトップとしては2位3位の動向を見たいですよね。2位3位がどのぐらいのところでタイヤ変えてくるか、変えなかったらそのままでキープですよね。これ今国立のポルシェも今ピットにやはりコースアウトしまして、レインタイヤに変えに来ました。変えませんね、2番手も変えませんね。あとこれで、はい、今トップが残り16周ですね。64周目に入っています。さあキーパーアルシェフ、これが今2番手を走っていますが1分35秒、これ立川よりもさらに6秒遅いというタイプですね、はい、ですからこの中ではですね、立川も相当してますけど頑張ってると思います。はい、一郎さん、前途陣営ですね、今高木監督が盛んにですね、無線で更新を続けてますね、はい、状況を聞きつつというところだと思いますけども、はい、その横でですね、平手選手が心配そうにですね、メモってるんですが、今一回武井監督が空を仰ぎました。どうですか二郎さん、空は。まあ、あの先ほどからずっと雨は降り続いてます。あの霧雨よりもちょっと強いというところですね。ですから本当に微妙で、ね、あのスリックで走れないという状況ではないでしょうけども、あとはタイムですね、タイムを見つつというところだと思います。これ今2位3位よりも3位4位あたりよりも立川選手全然速いんですよ、5秒以上。そうですね、はい、あのスリックでこれだけ速いと後ろが変えない限りはちょっとこのままいくですね。ちょっと雨足が強まりました。雨足がピットレベルで強まってきてます。さあ今トップの立川が先ほどお話あったように1分28秒、でタイヤを変えた32号車のエプソンの中島大輔が1分29秒158、ほぼ同じペースですね。まだ変えられないですね。ただ他の車1分35、30、32というところですかね。立川選手うまいんですよ、ものすごくうまく走ってるから。これ相当速いですね、はい、アウディの R8。 さあこれアストンマーティンを抜く、抜いた、抜きましたね、抜いたんですね。藤井が3位になりました。これで加納抜いて3番手、藤井がこれでアウディ R8 3番手。ここもでもちょっとコーナリングはかなり慎重に回っています。今ラップタイムほとんど300も500も同じぐらいになってますね。すごいダメなせいですね。サイシャさん、はい、二郎さん、エネオス陣営はですね、ずっとですね、エンジニアがあの手をかざして、ルーフから手をかざしてですね、その雨のですね、状況の変化を見つつ、ですね、メモってるんですが、いやはりゼントが入らなかったらエネオスは入らないでしょうね。ちょっとギャンブルしにくいんでしょうか。 そうですね、そして今お話の間、谷口の初音ミクの Z4 がちょっとコースアウトしているのが見えました。さあ1分29秒151というのがこの立川のタイムです。その後ろの伊藤は1分31秒4。さあ S ロードが入ってきました。これは先ほどの、ただまだ検証中になってます ね、 そうですね。これは単純対応効果、あーっとカルソニックコースアウト。これ最終コーナーで安田5番手走行中でしたが、これはこの後ろが中島和樹ですね。彼の後ろ抜かれてますね。いやこれでもう前途は入れないな、ピットに。立川選手がこれレインの走りが上手いということで、そうですね、なんとかコース内にいれば後ろの車は本当10秒近く遅いんですよ、ペースが。今伊藤このラップ1分37秒6というですので、立川はもう自分のペースは速いので他のマシンより速いのでね、はい、後ろと同じことをずっとしてれば勝てるんです ね、そうですね。逆に後ろのチームですよね、このまま行くと立川に離される一方なので、ギャンブルでウェットタイヤを履くということも一つの選択肢になってますよね。ですから、まあの Z としてとにかく他のチームと同じことを常にする。うわこれまた、オリドトップ、トップが今スピンというかコースアウトですね。オリド、エネオス陣営動いた、エネオスのが先に動いた、エネオスやはり入りますよね。
やっぱり、キーパーあるいはエネオスが仕掛けるしかないんですよね、はい、上を狙うんであればですね。さあこれオリド29秒のマージンがあったんですけれども、どうですかね、後ろ65号車、これレオンの SLS までは29秒あったんですが、これ見ましょう、もう一度。まだなんとかマージンはキープできてるんですかね。とりあえずトップはキープしていますが、だいぶ詰められているはずです。5秒ぐらいは失ってるでしょう。さあ後ろまでのタイム差ちょっと気になりますが、そして今立川が1分33秒で、タイヤをレインタイヤに変えている車が1分25秒26秒ぐらいのタイムで走っています。電装入った、カルソニックも入りましたね。あ、各社これでレインタイヤに変えていきます。カルソニック入っています、こちらですね。もう一度レインタイヤに交換という形になります。これでまた分からなくなりました。エネオスも入りましたね。そしてエネオス入ってきました。国本3番手走行中、そしてウィダーも今入ってきましたね。ウィダーの NSX 今、復帰のマコビッティが走っています。おっと、これはバリアにぶつかっている。最終コーナー、車は何、これ何ですか、アベンツのですね、SLS22 号車グリーンテック SLS、 田中、これはもう進めない。これはセーフティカー大丈夫でしょうね。もう一度見ます。あ、もうこの時点飛び出してますね。そしてなんとか立て直そうとしたんですが、まあ、横からぶつかってなんとかタイヤバリア、そしてこのその手前のバリアでね、まあ、大事故にはならずに済みましたね。これでもセーフティカーが入る場所ですから、そうですね、あの、はい、立川はですね、後ろの車がみんなウェットタイヤに変えたので同じことをすればいいので今から入ってもいいんですよ ね、 そうですね。しかもセーフティカーのタイミングなので、もしかしたら今はチャンスかもしれませんね。FRO が入るという情報が入ってきましたね。 FRO ですか、これですね、そうですね、イエローフラッグ提示で FRO が導入されました。でもセーフティカーではありません。これこの場合はレースは続くんですね。続きますね、はい、これで入るかな。さあ今立川のタイムが1分34秒963、はい、まあリスクを追う必要がない、そうですね、リードがあるんで、これで後ろのうち2台が入ったので同じようにウェットタイヤ入って、あ、まだ入りませんよ。おー、入らないですね、自信があるんですね。自信あるんですね。これ雨足はどうなんですかね。見てる限りさっきより小ぶりになったようにも見えるんですが、これでも35秒のこのペースでずっと走れるんだったら誰も追いつかないですね。まあそうですね、はい、あと10周ですよね今。それより速いタイムで、まあ、大きく速いタイムで走っているのが柳田6番手ですが、ここまではもう2ラップぐらいあります。そうですね、で残りラップがあと11周ですからね、69周目に入っています。ですからあと残り11周残っています。この辺はもうチームとドライバーの判断ですね。もう安全牌でウェットタイヤを履いて、まあ、ゴールまで行く、これもあの手堅いと思います。ただ本人がこのままでもこのタイムならいけるよということの、ね、はい、自信があるのであれば、まあ、変えなくてもいいということなんですが、まあ、相当の自信がないとこれで耐えられないですよね。サチタさん、はい、ジローさん、若干雨足は弱まりましたかね。まだ降ってますか。降ってますけども先ほどよりも雨足は弱まりました。これ立川選手、テントのですね、テントチームはあのタイヤもすでに用意してあります。ですけどこれはドライバー判断ですかね。ちょうど今高木監督があの無線で更新してますけども状況を聞きつつというところですよね。とにかくコース内に残る、スピンをしないっていうのがもう絶対ですね。それさえしなければ立川選手このペースなら逃げ切れます。今2番手がこのキーパーの伊藤ですが、全く立川と同じタイムなんですよね。1分35秒。キーパー陣営もですね、トムスのキーパー陣営もタイヤは用意してあります。そうですね、今立川、そして伊藤、その後ろが国本で、中島和樹が今4番手まで上がってきています。中島和樹が前の国本まで13秒。さあ一応用意されてますね。キーパー入ってくるかどうか。さあペース
がこれは前途、まあ、無理はする必要はありません。後ろまで1分6秒のマージンがあります。ですからまあ3分の2ラップぐらい離れているということになります、このキーパーまで。そして内側からいきますが、これはまあタイヤが違いますからね。 NSX が17号車、ケイヒンが抜いていくというところです。このケイヒンはワンラップ後ろです。こちらも後ろに D ステーションがいますが、これはラップダウンという形ですね。いや、立川選手うまいな、見事だな、危なげないですからね。そうですね、これでまあ伊藤が入らない限りこのまま行こうよということですね。とにかくスピンしないようにって感じですよね、はい、そうですね。あ、イスロードペナルティストップ10秒、木畑区間の追い越しなんですね。うーん、柳田4番手を走行中なんですが、これは10秒のペナルティ。ここ、ね、そうすると今後ろの中島和樹まで2秒、で塚越までさらに5秒ですから、これひょっとすると8番手ぐらいまで下がっちゃうかもしれませんね。7番手が8番手、これトップ3は結構離れてるんですが、4位以下が結構差が詰まってますので、順位が一気に変わります。あとエネオスの国本のペースがね、はい、伊藤に追いついていきますよね。これ逆転可能ですね。そしてカルソニック今抜いていこうというところです。安田、ここはまだいけません。さあクルム対安田です。クルムがなんとか耐えるか。外側を取ったカルソニック、被せてくる、抜いて8番手安田。いや、見てください、立川選手のペース抜いてきますよこれ、あのうまくこう乾いた路面のところトレースしながらペース崩さないですね、すごいな。しかも同じ GT500 シリーズですからね、これ、クラスですからね。このチームの采配も落ち着いてて見事ですね、バタバタしない。またペースが上がってきましたね。やはり雨が降り立って1分28秒466、はい、そうですね、ペースも上がりましたね。これはもう全然抜かれないですね。こうなると今ウェットタイヤ勢が1分24から26秒ぐらいですから、まああまり大きく変わらないタイムで走ってるということです。そうですね、2、3秒の差なんで、雨が降り出した時も落ち着いて、じっと我慢をした、高木監督もすごいし、立川選手のドライビングも見事ですね。立川選手の安心のドライビングがあったからこそ、自信持ってステイできたと。そうですね、平手君の作ったやった仕事をものすごいこう、はい、うまく活かしてますよね。これ横綱チームですね、横綱相撲というか、ゼッケンナンバー1は伊達じゃないという、完全にそういう感じがします。カルソニックとそしてエスロードも見えていますが、チーム采配できないんですよね、バタバタしちゃって。そうなんですよね、大雑把に言うとですね、あまりバタバタ動いていいことっていうのは統計上ないんですよね。ただやっぱりね、天候が変わったりするとちょっと裏を変えてみたり、その時その時に、ね、耐えられずに動いてみたりしたくなるもんなんですけどね、はい、これ今景品が5番手4番手になってますね。これ中島和樹のペトロナスが前走っていたはずですが、ちょっと膨らんでる間に乗っちゃったんですね、はい、入れ替わってこれで中島和樹5番手に下がりました。景品のおっと、もう一度抜いていく、なんかあっさり抜かしましたね。ここはきちっとライン取りができてれば和樹の方が速いということでしょうか。これ本当にこの乾いているところにタイヤを乗せてるか外すかで、こう完全に運命が変わってるんですか。もう一回後ろから行く、国本、あ、もう一回塚越です、塚越が後ろから行く。でもイン側は濡れてるから入りづらい、1コーナーは狙えない。そうですね、これ本当にアウト側のタイヤをこの乾いたところに乗せてる本当にこれ1本ですね、道が。そうですね、最大荷重の外側を乗せてそこ外したらズルズルっと先ほどのようにね、アウトに行きますよね。一瞬ですよね。ここは
ちょっと300に引っかかってますからこの GTR に。これねライン外して抜くのは至難の技です ね、 そうですね。こういう時も緊張しますよね。ここで今ハイポイントで前に出ますが、これでフランナーその間に塚越が前に出た。そうなんです、今言った通りですよ ね、 ねその通り、はい、ちょっと外しただけでもアウになりますよね。さあこれで塚越4番手、中島和樹が5番手。ここの馬の背はどうか、やはりラインを外せないか。一気に近づいてはきます。そしてキーパーがもうスタート、伊藤2番手走行中、戻れる。ただし栗本後ろまででも1分あります。ただねすごくいいペースで走っていたんですよ。前に立ち返りに対してもペースを3秒ぐらい早かったんですか、ね、はい、前ラップ刻んでいたんですが、うわーその危ない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 、これは今ルーニーの危なかったですね。本当危なかったけどセーフで良かったですね。上田選手びっくりでしょうね。これなんとかでも2台とも戻れています。もうね抜くのも外したくないですよね、ラインをね。まだここでなんとか2番手はキープしています。本当にライン外したら完全にノーグリップだな。さあそして景品とさらにミドルダンス、ちょっと離れましたね、はい、中島和樹がこのペドロナスボールポジション取りましたが、今この位置を走っています。もう一度狙っていけるか、バックストレートです。そしてこれ GT300 も、まあ、500に譲ってあげたくても自分のラインを外したくないのでね、特に後ろとの距離が近いところは嫌ですね、はい、さあコンマ7の差です。もう網の目をこう縫っていくようにラインとそして300の間を縫って、今中島選手やっぱりちょっとラインを外してもおってこうドキンとしたはずですよね。完全にスピードが落ちますね、はい。立川24秒出してますからね、立川選手。ここもほら行かないじゃないですか。まあ無理行かないですね、はい、もう乾いたところで走りますよね、はい、考えてますよ。シャシャさん、はい、ジローさん、たびたびすいません、また雨強まってきましたね。ジローさんのせいじゃないと謝らなくてもいいと思う。いや、ジローさんのせいですよ。ジローさんさっきからもうどんどん天候、ジローさんのおかげで、ね、面白くしてくれますよね。いやそれでもですね、ゼントにしろエネオスにしろですね、平手選手にしろ大島選手にしろ、もうね泣きそうな顔してますよ。でもジローさんが慌てさせるからね、みんななんかドタバタしちゃったんですよね。雨だ雨だって騒いで。でもちょっとこれはですね、どんどん強まってきますね、これ影響出ますね。そうですか。さああと5周なんですが、さあこれを超えて残り4周、飛び出さないように。1分26秒955、後ろまではセーフティーマージンを持っている立川ではあるんですが、まあ、コースオフストップとなればまあ一瞬にして地獄です。そうですね、ドライタイヤですからね、また雨が強くなってきた。立川だなと思いますけどね。そして300クラスのトップはオリノのマネパのランボルギーニ、こちらは後ろまで25秒のマージンを持っています。レオンのSLSが2番手、黒沢3番手が藤井の21号車アウディの R8。 立川選手マージン1分18秒あるんで、もう相当慎重にいけるんじゃないですか。一瞬20秒遅くても大丈夫ですね。はい、そうですね、このマージンがあって立川であれば安心してられますね。景品ですね、景品が3位に上がっている、景品が3位に上がっています。これはエメオスを抜いたということですかね。国本をどうやら抜いて景品が3番手。いやでもまあ結果これね、ゆらさん、はい、復活の NSX ですね。そうですね、いや今回のレースは難しいですね本当に。でこの後ろからもうこれ中島和樹ですよね、ここ。そしてあエネオス、ここが国本4番手ん、でも和樹の方が前出てませんでした今。どうですかね、ちょっと今一緒に入らない、ちょっと5番手にこのエネオス下がってるという形になりますよね。コースオフしたんでしょうか、一気に2つ順位を落とした形になりますが、国本やはり5番手です。今前にペトロナスが見えたので、多分このエネオスがコースオフなり何かスピードダウンしている間に
塚越、そして中島和樹に抜かれたのではないかと思います。さあ、もう一回コントロール内で確認しましょう。通過しましたね。そうですよね、4番手が中島和樹、そしてこの中島も塚越まであと4秒4で近づいている形ですが、これが今3番手の塚越、そしてあーちょっと膨らんでいるように見えた中島和樹、これが4番手。うわ、終盤残り3ラップ目まだまだ何かありそうです。いや難しい、もう力入って見てる方も疲れちゃいますね。これも慎重には回ってますが、トップはこのゼント変わらず1分27秒という今ラップタイムで回っています。なんて安定してるでしょう。これ2番手の伊藤が29秒台、3番手の塚越は1分18秒と10秒早いタイムで走っています。まあ、でも全然意に介さずと差がありますから。そうですね、ただ2位3位は怪しくなってきますよね。そうですね、残りこれで2ラップでタイム差が今26秒で、コントロールラインでどうだろうと、10秒早いですから、これコントロールライン通過で何秒になってるかですね。はい、かなり際どいクロスプレーですよね、はい、これね。さあ、ここはもうゆっくり Z 走っています。立川も安全コース上に留まって周回を、塚越選手19秒しかないですね、差が。あ、19秒になりましたか。はい、さあ伊藤塚越19秒、ここは7秒ワンラップ早かったという形になります。さあ、この景品このご覧の通り、まあ、10秒以上縮めたラップもあります。ですからあと2ラップまだ分かりません。これ同じペースでいくともう本当にコントロールラインで逆転なんていうことにもなりかねません。この17号車注目です、塚越。そうですね、2位か3位ですからね、これは大きいですよ。まあ、ここに来て NSX、まあ、この復活の都合でもうワンランク上げてゴールしたいところですが、15秒まで縮めてきました。このワンセクターで3秒に刻んでいます。いや、これは伊藤選手もでももう無線で十分後ろが速い頑張れっていうね入ってるでしょうから。しかもこれまだこの2人は2ラップあるんですよね。ゼントのが前ですから。ファイナル入りましたね。ファイナル入って、ただこの2台もう1周あるんですよね。ですから10周半あるわけ、まだ1周半あるわけですよね。で今14秒93後でファイナルラップに入っていくという形ですかね。あ、どうだろう、足りないかな。あ、足らないな。もうチェックアップで受けちゃうと、もうチェック、それでゴールですから周回、はい、足らない周回で。まあ、あとこのゼントの走り、残りもう十分にゆっくりマージンをしっかりと、まあ、利用してゴールまで運び届ける感じですかね、木下さん。そういうことですね、もう本当に、丁寧に丁寧にというドライブですね。後ろから、すごいのは立川選手のラップタイムがだから暴れないんですよね。300が間に入ってても非常にコンスタントに自分のペースを作ってるっていうのはものすごいなと思いますけど。さあ、これは今後ろから塚越が来てるんですけど、これ抜くともうワンラップあるんですかね。そうですね、だからもうこれ前に出たいんですね、コントロールラインより前に。そうするともうワンラップあるんですが、まあ、ちょっと難しいかな。さあ、これでコントロールライン、いや、どうだろう、いずれにしても優勝はゼントです。いや、そしてこの瞬間、景品も今3番手、勝ったのは立川が今最後平手からのバトンを受けて見事に2013年第6戦の富士以来の優勝という形になりました。そしてその瞬間ですね、300もマネバのランボルギーニが見事に300クラスの優勝、レオン SNS が2番手、アウディ R8 が3番手となっています。さあ、マネカのランボルギーニは、こちらですね、これでコントロールライン、もう1回コントロールライン、これでコントロールライン通過で優勝ということになります。さあ、今コントロールラインに戻ってきまして、マネパー
ランボルギーニ88号車オルド選手、これで300クラス優勝、2009年の岡山以来の勝利だそうです。オルド喜ぶ青木、こちらも2009年第9戦モテギ以来の勝利やりました。ランボルギーニ来ましたね。そんなにでも間が空きましたか、結構活躍してたイメージがあるんですけれど、いやでもこの大混戦そして波乱を木下さんランボルギーニはうまく制しましたね。はい、1コースアウトしてねヒヤッとする場面もありましたけども、結果的にはぶっちぎりレースでしたね、はい、さあいや喜んでいます立川選手。いやしかし立川選手見事なレインでの走りでしたね。本当にすごいと思います。木下さんいかがでしたか、この立川の走りは。いやー本当に素晴らしいですよね。それからあのチームとしてもあまりバタバタと動かずにですね、じっと自分たちのね、プログラム通り走ったというところですね。皆さんもおっしゃってましたけど、まさにね横綱相撲のような気がしますね。本当にこの前半築いた平手のマージンを、予選11位ですよ本当にとんでもないスタートでしたね。いやあの周りが慌てちゃったでしょう、その雨が降ってきて、特にあの高橋二郎さんでそそのかされちゃったんですね雨にね、あれで振り回されちゃった人たちは本当にもうかわいそうだったですね。そして木下さん、やっぱりこの雨の中スリックタイヤで、はい、これ走り続けた。そうですね、あのマスクだけで怖いんですけども、それを褒めなければいけませんね。僕もあのこういう経験ないわけではないんですけども、本当に難しい状況ですね、はい、でタイヤが発熱した状態でスリックタイヤってまだいいんですけども、そうでもない状況もいろんなところでどんどんドライバーがありました。その割にはですねコースオフも、まあ、何度もありましたけども、条件を考えるとですねすごく少なかったと思いますね。やはりねドライバーのテクニックを褒めてあげたいですね。もうだって例えば危ないシーンもなかったですもんね。そうですね、はみ出ないんです全然、はい、もう立川本当に素晴らしかったですね。クレバーって感じですよ。あの300を抜くときもここで抜くと自分ライン外れるな、濡れてるとこ行くなっていうときは待ちますよね、あの辺がその自分の持ってるマージンをあの上手に生かして落ち着いた、はい、あのレース運びだったと思います。そして今ケインね、あの握手してましたけど NSX 表彰台、はい、これすごいですね。あの一時は全然いなくなったのに、これやっぱりね、コミュニケーションもちょっと変わって、まあ、そして雨にもうまく対応してという形で。そうですね、まあ、高木さんも高木さんでね、まあ、ベテランだから、まあ、慌てずに落ち着いていきましたね。それからあの前途で言うとね、平手君もね前半のね、そうです、彼のちゃんとリードを刻みましたから、立川が慌てずに走れるような状況を作ったのは平手のおかげでもありますね。まあ、ピットで慌てる必要がなかったのもマージンがあったからですもんね、はい、後ろを十分に見るチャンスがタイム的にあったということで、これ、ね、あんまりはしゃがないじゃないですか、はい、これって本人たちはだからすごいドキドキだったんですよねきっとね。うわー、終わったみたいな、もう氷の上を滑って帰ってきたような、すごい、いやすごい、これは立川の走りを、まあ、さすがミスタースーパー GT という感じですね。いいコンビですよね、この平手立川組っていうのは。雨でもドライでも全て対応バッチリ。そしてこのランボルギーニも300クラス、お二人にとっても久々の勝利ということになりましたので、これは嬉しい勝利ということになりました。青木がスタートから前半を走って、そして降りと見事にそこからバトンを受け取っての、まあ、これはずっと前に出てからね、まあ、一度ちょっと構想はありましたけれども、それでもマージンきちっと気づいて勝利という形になりました。あ、喜んでますね、嬉しそうこれはこっちは500とは打って変わって嬉しそうですね。
あ、いたいたいた。パンチもらっちゃう。まあ今日はパンチも痛くないでしょう。放送席、はい、次郎さん、今回のですね、相撲やはり魔物が潜んでいました。コンディションがですね、目まぐるしく変化する中でですね、序盤からトップをキープし続けたゼントセルモ RCF お二人に来ていただきました。スタートの状況やはりですね、いろいろ判断がありましたけどもですね、我慢してそれでスリックでステイアウト、いかがでしたか。なんかね、去年は魔物にやられちゃったんでちょっと今年も厳しいかなと思ってたんですけど、まあね、ちょっとね、都合だけはね、なんとか結果を出したいなって思ってたんで、まあ、難しいコンディションでしたけど、なんとかトップで、立川さんにバトン渡すことができたんで、とりあえず、はい、良かったです。そのですね、交代直前はですね、コンディションなどのインフォメーションはチームにはどういうふうに伝えたんでしょうか。そうですね、まあね、トップでね、後ろとのギャップもあったんで、とりあえずその変わるコンディションの中で、まあ後ろの車がどういうラップタイムで走ってるかっていうのを逐一聞いて、で、まあ、自分でコントロールしながら走ってました。そしてですね、立川選手最後の最後でですね、このままスリックでいけるのか、レーンに変えた方がいいのか、でも大きなマージンを作ってた、その時のですね、判断は。そうですね、もう今回はね、本当にチームの判断っていうのに、感謝しますね。本当に、まあ、ちょっと微妙なコンディションで難しい中ね、スリックでステイっていう、作戦を選んでくれたんで、もう本当に僕は最後楽させてもらって、まあ、後ろとの差があったんで、頑張る必要なかったんで、もう楽させてもらったんですけど、逆に緊張しましたね。万が一にもね、何かやってはいけないんで、まあ、去年トップに立った後ちょっとアクシデントで落としたんで、まあ、同じような微妙なコンディションになって今年きちんとものに、することができたしね、まあ、あとは本当に今回ね、まあ、うちはちょっと予選失敗したんですけど、でも本当にウェットコンディションの中ブリヂストンが新しいタイヤを用意してくれてきて、まあ、それのポテンシャルも確認できて、今までちょっと苦戦してた部分が本当に速くなったし、まあ、ドライでこういうコンディションでもね、微妙なコンディションでもきちっと勝てたんで、本当にブリヂストンにも感謝してるし、まあ、あとは3日前ぐらいね、平手の子供が第2子が誕生したんで、そのプレゼントに、なりましたね。はい、まあ、バースデープレゼントということですね。まあ、本当におめでとうございました。ありがとうございます。いや、皆さん最高のチームワークですね。いや、素晴らしいですね。放送席、放送席、はい、はい、エミさん、この中見事優勝、マネパランプルギーニ織田選手と青木選手にインタビューしたいと思います。久しぶりの優勝です、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは。いや、これでね、僕らの、みんなの力で JLOC の歴史が一つ変わったんでね、嬉しいですね。とにかく今日はチームと青木と僕と横浜タイヤさんとスポンサーの本当にみんなの力で勝てるときこんなもんなんですね。いや、本当嬉しい。表彰台に乗れればいいかなと思ったんだけど、優勝できると思わなかった。本当ありがとうございました。青木選手、悪天候の中やはりベテランの腕が光ったと思います。まあ、みんなが脱落していってくれたおかげというのは一つあるんですけど、まあ、でもその中で淡々としたレースがうまく運べたん で作戦自体も結構うまくいったので、まあ、今回はチーム力のおかげだと思います。本当おめでとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。こちらはマネパの嬉しい声を聞いていただきましたけども、ちょっと500に戻ってですね、はい、まあ、立川のこれステイっていうのは、まあ、高木監督のコールだったんですね。そうですね、そのいう落ち着いた監督の判断もあるし、今立川選手のやっぱりコメントで印象的だったのは後半楽させてもらった、はい、我々がヒヤヒヤしてたけど、やっぱり楽をして走れてるっていうぐらいにですね、もう彼の運転はそういう危なげがなかったですよね。神の領域に行くとそういうことなんです ね我々だとね、もうドキドキで決して楽で俺は頑張ったよと言いたいところなんですが、まあ、彼にとっては、まあ、こんだけマージンが楽勝さということなんでしょうね。そうですね、素晴らしい、もう勝って当然のレースだったですね。まあ、立川これで16回目の優勝ということで、500年の優勝回数単独トップと、本山を抜いて単独トップになりました。さあ、それでは暫定の結果を見ていきたいと思います。はい、まずはですね、GT500 からですが、前頭、まあ、平手、そして立川の、
神の領域の走りということで、見事に優勝ということになりました。キーパーが、カルダレリンスタート伊藤の見事なつなぎでこれ2番手、そして NSX 景品が、ついに表彰台3番手ということになりました。さらにロシター中島とつないだ、ペドロナストムス RCF が4番手、その以下ですね、5番手がエネオスの RCF、 6番手デンソー RCF、 7番手エスロード GTR、8番手がウィダーの NSX、 9番手カルソニックインパル GTR、 10番手が D ステーションの GTR という形になりました。トップ10圏内 NSX2 台ということですね。そして11番手、105車のこれはね、2番手スタートからだったんですが大きく順位を落としてレイブリック NSX、12番手がウェッツスポーツの RCF、 13番手エプソン NSX、 そして14番手、モチュール GTR、 最後尾は15番手 ARTA NSX という形になりました。GT300 の順位です。マネパ見事にランボルギーニ、うまく、レースをまとめまして優勝。レオン SLS が、ワンラップダウンでしたが2番手、まあ、前者をこれラップダウンしたんですね、マネパはね。3番手がアウディ R8、 ワコーズ、アストンマーティンが4番手、STP の GTR が、5番手以下、ご覧の通りとなっています。はい、こちらが11位以下ですね。0号車の無限 CRG は11位ということになりました。そして21番手シンティアムです。サッシャさん、はい、終盤のですね、もう鬼神の追い上げ塚越選手に来ていただきました。素晴らしい追い上げでした。ありがとうございます。チームの判断と、そして最後のですね、塚越選手のですね、頑張り、これが表彰台をゲットしました。そうですね、最後自分がどうするか考えてたか、チームといろんな判断をして、最後はもうあのままの順位で変えたくなかったから、もうそのまま行くってちょっと押し切って、それが最後の天気を持ってくれたんで本当に良かったです。今シーズン NSX 苦労してきました。表彰台ゲットしました。そうですね、前半からすると本当に苦しい戦いが続いてて、特に僕らほとんどレース完走できてなくて、でもそんな中でもホンダのみんなだったりチームのみんなだったりが本当一生懸命アップデートしてくれて、それをちゃんと結果に残せてよかったです。これから反撃ののろしですね。そうですね、ここからもっともっと、やっぱりまず表彰台、ね、獲得できたんで、次はやっぱり優勝を取れるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。素晴らしい追い上げありがとうございました。ありがとうございました。はい、3番手に入りました塚越選手、景品の彼、最後の追い上げは立川選手に抜きたかったでしょうね。そうですね、はい、それでラップが一つ上がれば、はい、まだ伊藤選手に追いつくかもしれないってところがありましたよね。結果今9秒ですからね、ギャップが、最終ギャップが。そうでしょ、ということはもうワンラップできてれば、はい、最後の1周だからもう、伊藤選手は命拾い、はい、もうすごいギリギリのところでしたね。もうだってハザード帯でどいてくれってやってましたもんね、はい、最終コーナーから。これで、シリーズランキングこのようになりました。 GT500 ですが、37号車の、キーパーが49ポイントでトップ、その後が、カルソニックの GTR、 これ2番手になったんですね。はい、入れ替わっております。続いて300です。300はこのようになっています。4号車の Z4 が、40ポイントでトップ変わらず、その後ろが11号車ということになっていますね。ゲイナーのセレスです。いやー、さあということで表彰式がそろそろ始まりそうですね。まずは GT300 クラスの表彰式からということになります。この波乱のレースでしたが、まずは、はい、優勝となりました。予選9番手からの優勝ということになりました。88号車マネパランボルギーニ、これは木下さん、優勝のやっぱり要因というのは、ここも落ち着いたレースをやったってことなんですかね。そうですね、バタバタと動かなかったこと、 あるいはやはりベテランがですね、大きなミスすることなくね、はい、淡々とペースを刻んでったということにつきますね、はい、そして2番手のレオン SLS は18番手の予選からの2位ですからね。そして3番手21号車、こちら予選7番手から3位に上がりました。アウディの R8 ということになりました。今回は本当予選結果全く関係ないレースでしたね、はい、500も300も。
さあ今優勝カップこちら株式会社スゴーの代表取締役社長上川和典さんから、受け渡されました。こちらは2番手のカップです。いやしかし大シャッフルという形になってしまいました。今朝の予選ともう様変わり。こちらが3番手に入りましたアウディアレート、嬉しそうですね。ライアンが前半頑張りました。このアウディアレート、そして後半につないでという形で藤井がゴールまで運びました。さあ続いてこちらオートバックス賞の表彰です。プレゼンターは株式会社オートバックス山形代表取締役社長の浅野純一さん。腰が痛いんですかね。そうですね、ちょっと疲れましたね。まあ特に後半の織田選手ね、後半のこの天候の変化は精神的にも含めて疲れたでしょうね。まあまず1回コースアウト、ちょっとコースオフもありましたから、トラックにまあ車をキープしておくということも非常に難しい状況ではあったと思うんですが、見事に耐え抜いて表彰台トップという形になりました。いやしかし都合は魔物がいるというふうに私も聞いてやってきたんですけども、由良さんいますね。そうですか、やはりいません。噂通りでした、いや僕ら僕脅されてきたんですよ。いきなり都合ですかって言われてて大変だぞって、まあ、僕は逆にだから驚かないですね。またこんなレースだと。いやもう途中順位把握も頭が混乱するような状況が続きましたけどもね。この山の中の海が近い山の中のこの天気の難しさっていうのがありますよね。さあそして勝利の美酒でもあるんですね。選ばれし者だけが味わえるという、まあでもこのマネパの2人はあまり自分たちの表彰台トップとの立った位置から動きたくないという感じでしょうかね。はいどうぞと、あいいですね、乾杯という感じでしょうか、はい、スパークリング日本酒ということで奥の松酒造の提供によって日本酒をグッと、この発泡日本酒汗かいた後飲んだらかなり酔うでしょうね。いや相当走った後ですからね。でも気持ちいいでしょうね、酔いとしては。はい、なんか味わってますねこの表彰台の時間を。まあでも昨日の天気からしたら今日も危なっかしい天気だったけど、最後までレースができたっていうことはちょっと感謝しなきゃいけないですね。そうですね、キリさんも降りてこなかったですね、はい、今日は。さあそして続いて GT500 のこの後表彰式に、向かうという形になりますが、まあここも本当に大波乱、予選から大きくシャッフル。ただ木下さんやっぱり、ね、レーススタート直後動いたメンバーはちょっと苦労しちゃったなと。そういうことですね、まあ、結果論で言うのもずるいかもしれませんけど、だいたい動きすぎると、ね、いいことはないんですね、はい、そしてその状況状況に必死にみんな合わせようとしていったチームはやはりうまくいかなかった、状況はどうあれライバルを見ながらライバルと同じ手を打つあるいはギャンブルをするというね、レース全体を考えたチームはやはり成功したのかなという気がしますね。まあ、その中で景品はね、4番手スタートでまあタイヤを変えたんですけれども、それでも3番手にまだ戻ってきたということで、これはまあドライバーもまた含めて褒めなきゃいけないところですね。そうですね、変えた後どれだけ着実なことができてたかっていうことですよね。さあいよいよ GT500 のこれで表彰式という形になります。
さあ前途のお二人、堂々たる走りを見せました。平手、そして立川、嬉しそうですね。予選11番手からの見事な勝利。そして2位に入ったのがキーパー、こちらは予選5番手から金田蓮、そして伊藤大輔、さらに初今シーズン NSX ホンダ勢としては表彰台という形になりました。予選4番手から、見事にこの表彰台に上がってきました金石、そして塚越の景品 NSX、まあ、これホンダファンとしても嬉しい瞬間ということになりました。耐えに耐えて待った瞬間がようやくやってきたということですね。まずはここで、カップの授与があります。株式会社スゴー代表取締役社長上川和典さんからの授与です。今回全部ブリヂストンですね。ああそうですね、はい、あのタイヤがあの全く違うのを作りできてくれたのは良かったっていうコメントがあの誰からもありましたよね。ブリヂストンのユーザーのチームは、はい、まあ、よっぽどなんかいいものができたんでしょうね。結果一番安定したパフォーマンスを出せたと。そうですね、いうことですね。どうもありがとうございました。続いてはオートバックス賞が優勝チームに贈られます。さあ続いてはオートバックス賞ですね。はい、こちらオートバックス山形代表取締役社長浅野純一さんよりオートバックス賞のこちらトロフィーが渡されます。木下さんどうですか、この終わってみてブリヂストン 1-2-3 っていうのは。あのインタビューを聞いたり、あるいは皮肉なことですけど中島和樹君の、ね、はい、中でドライバーも自信があったと。でウエットだけは少し不安を抱えていたんだけれども、今回ものすごくいいタイヤを作ってくれて、はい、ウィークポイントは僕らになくなったんだと、いうふうに言ってましたよね、はい、で勝って当然のような雰囲気は確かにありましたけども、その勝利がですね、結果的にやはりブリヂストンの性能はいいんだという証明にはなりましたけれども、中島君の元ではなくて、違うところにこぼれ落ちたというのもちょっと皮肉だなと思います。そうですね、ただあのブリヂストンタイヤ本当にこの表彰台独占ということも証明の一つですけども、ドライもいい、それからウェットもいい、それから、ちょっと塗りたところでもやはりそれなりの性能を発揮しているということですね。すごくバランスが整ったんだなと思いますね。続いて J スポーツベストパフォーマンス賞、こちらは株式会社 J スポーツ取締役山崎隆さんより、賞金のボードが渡されました。賞金50万円です。まあ、そしてここまで調子良かった GTR 勢は、まあ、この雨もあって入ってこれなかったですね、この表彰式、表彰台には。そう、ここではね苦労しましたね。このサーキットごとにこんなにこう変わるのかっていうぐらい、こうなんて言うんでしょう、この強さが車の個性っていうんですかね、はい、変わりますよね。まあ、ちょっとカルソニックも途中苦労しているような姿も見えましたが、安田選手も結局9位でのゴールという形になりましたが、もう一度ここで GT500 勢もカップを上げて、この本当に波乱のレース、この表彰台で終えたという、そしてトップで見事優勝を決めたというね、前頭含め喜びを今表しています。まあこれはまた、でもまあちょっと雨だったのでフルパフォーマンスは分かりませんでしたけども、皆さんね、はい、次戦に向けてもまたちょっと面白くなってきましたね。そうですね、今回は本当に前途の素晴らしいあのレース運びというか、はい、チーム全体の力を見せられた感じがしますよね、はい、さあそして奥の松酒造によって提供されておりますこのスパークリング日本酒のシャワーでございます。あこれは派手に行きましたね、はい
さあ木下さんはどうですか、次戦に向けて、まあ、NSX の復調もありますし。そうですね、タイヤの個性もすごく現れたレースですよね、ジョイネ、ダンロップ、深溝、横浜、それからオールマイティのブリヂストン、ミシュランも良かったですね、それから、自動車メーカーもかなり実力が揃ってきたということでですね、はい、次また予想するのもすごく楽しいシーズンになりましたよね、はい、というわけで第4戦スゴーからお届けしてまいりましたけれども、解説はレーシングカーデザイナー由良拓也さん、そしてレーシングドライバー木下貴之さんにお届け、お願いをいたしました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。そして実況は私サッシャでお送りしました。それでは次戦第5戦でお会いしたいと思います。さようなら。